冒険家で有名な松本さんに質問です。はいはい。まだ誰も登ったことのない山に行くときに絶対に持っていかなくてはいけないものは何ですか。どういうものですか。何がですか。なんか普通なんかこうガッとやるやつとかこうほら全然分からへん。素人はもうこれやから嫌ですよ。なんかガッとやるやつ何のことを言うてんの。いやなんかこう引っ掛けるようなやつあるじゃないですか。何ガッと言わんとこピッケルかいな。ピッケル言うのピッケル言うのってお前が頭に描いてるものが俺に伝わってきてへんから分からへん。ツラシみたいなやつなんちゅうねん。ほんだらはい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 、あれなんつ、分かった分かった、うん、あれね、なんて言うねんジョッパーでしょ。ジョッパージョッパーの赤でしょ。いやいやいや色は知らない。えそんなん何種類もあんの。はい、青と赤があるんです。それも出て赤は柔らかいんです。え赤は柔らかい。何が柔らかいの。こうガッとやるとこが。お前もガッと言ってるやんか。まあええわ、ジョッパー言うか。ジョッパー普通はなんかそのここへロープつけてジョッパー持って、ロープなんて言えへんよ。なんてスタッカーでしょ。スタッカーをつけるんですよ。あほんだら普通はスタッカーつけてジョッパー持ってスタッカーをエンテランスにつけるんですよ。スタッカーをエンテランスにつけてジョッパー持って赤ジョッパー持って赤ジョッパー、え何やった、エンテランス、そのサインロープなんていうの、ジョッパー、えジョッパーって言うの。スタンなんとか言うスタッカー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 を、はい、エンテランスにつけて赤ジョッパー持って、こっちに青ジョッパー、青ジョッパー2つも持つんかい。硬いのとカードとソフト、あハードとソフト、はい、2つもいるかよ。まあええわ、はいはいはい、持ってで赤青、まあ、だんだん体がどんどんこっちに青ほら赤行き過ぎやん。赤行き過ぎやん。なんでここ日本行くのにこっち行くの。俺は赤か青は青やろ。赤いや次に青は赤時代が来るから。いや普通はそれ持っていくわけでしょ。そう持っていく。初めて行く時にはそれ以外に何かいるんですかということです。あもちろんそれはいっぱいいりますよ。あ何どういうもんか。あこれね雪山のことを言うてるのかな、それか何言ってるのかな、それは分からへん。あほな雪山でいいですわ。あ雪山、うん、雪山の時はカール、おやつやん、まあ、何着てもええやないか、上登ったんやから。カールはねナップサックに入れた時にねなんかいっぱいのような気がする。そらその人の気持ちの問題やから。あうちの兄貴に教えてもらう。高広も高いのなんかおやついっぱい持ってるような気するやろ。まあ言うてもだ。最後もう一回教えて、何持っていくんですか。何持っていくんですか。エンテランス。いやそれはつけるんでしょ。あエンテランスをジョッパーにまず接続しないといけない。どうなんだろう。ロープのことなんて言いましたっけ。エンテランス。いやそれはつけるって言ったんですよ。ロープのことをなんて言ってますか。スタッカー。誰や。誰や。誰あの子。山岳部の友達。それは私は、ね、うん。エンテランスにスタッカーをつけて、あとジョッパー。エンテランスにスタッカーつけて、うん、ジョッパー。肩にはブリッコを乗せて。何？肩には絶対ブリッコ。何ですかブリッコって。パッドみたいなもん。ああ、うん、まあそれに近いかな。うん、スポンジみたいなって。まあそれに近いかな。うん、まあプラスチックやけど。どないやん。スポンジ言うてそれに近いって。ブリッコをね、やっぱり3段ぐらい欲しいんだよ。高い山の時はね。え？高い山の時は。あ、他何もつけんでいいんですか。いや、それはいっぱいありますけど。言い出したらキリないじゃないですか。ほな俺明日から山登りしたいねんって来るわね。はい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 、はい、ほな一緒に店行って買うてや俺の分一式。いやまあ俺はじゃあ一緒に行かれへんから、まあ推し書いてあるからまあ言うたらええやんか。ああええよ、うん、舐められるからね。あのねや登山家っていうのはね素人をねすごく小バカにするんですよ。登山家だけにねすごく人を下に見よるんですよ。ああなるほど。ほんで何こうたらええの。何こう
店行きました何行こうたんやまずね、はい、あの舐められたらあかんからあすいませんそうねな何買いましょうまずほんじゃ立山に行きたいんやけどってまず立山この時期立山を目指すっていうのはかなりのプロしか目指せないほんまほんな店のやつにしたらあこいつあこれやってるなっていうのでで立山行きたいんですけどこの時期やっぱり立山よねっていうおかしかったおかしかった立山にゃってそしたらもう店員はねまずね店長店長なんで店長なんだよ嫌やんそんな言われたらいやこれも店長しかもう私にはもう手に負われへんそんなプロあそういうことかいなそうそうほんなら俺は堂々としといたらいいねうんうんうん堂々としといたあ店長立山行きたいんやけど立山行きたいんやけどこの時期やっぱり立山やねまた言うたいやそれは店長さっきの話聞いてへん2回目言うわなこの時期立てやめんねほんなほんでほんでどうしたらいいの駅前から登るんやけどどっから登っても構えへんやん駅前は通なんだ駅前から登る駅前から登るはぁ駅前から登りますかってもう向こうはもう恐縮してますからねなるほど、はいうん、まずそうやな今日はいっぱい揃えたいとお宅でとこで揃えたいと思ってんねんけどかっこええな、うんブロークンサンダーを2つこれ何通勤これ何ブロークンサンダー知りたいってな何それ何するやつ通勤数それは2つもいるもんなのもうそこにブロークンサンダーブロークンサンダーはいはい、まあ持ってくるから、まあ、箱パッと開けてあこんなもんなんやうんでこうちょっと光にこうやって光に当てるこれ割れやすいってまた聞いてみて割れやすいはい、うん、これ割れやすいあ割れやすいですって言われたら、うん、あそれじゃあ3ケース結構使うんや結構使いますあなるほど至る所にこれ使いますからマジでこれ絶対なかったわよブロークンサンダーブロークンブロークンサンダーサンダーうんサンダーはい、松屋のやつがいいねメーカー決まってんねん松屋のやつ、松屋のブロークンサンダーまだいけおこれ2つ3つ持て3つ持てはいはいはいでまあこれブロークンサンダーこれ高いから高い何本するんですか1個これ5、6万するんじゃないそんな3つもあった登るの大変やろ大変ですよだって登る時に5メートル間隔に置いていかないなんでブロークンサンダーコータル次何コータルああ次はねツーに見せなあツーに見せなあかんからおいおいおいあれはないのかあれはないのかお団子はないのかお団子じゃほんま名前は違うよあツーではそうやろはいはいお団子もうそろそろお団子ってどんなお団子はないほんまはこれは、キャサリンって言うんですほんまはキャサリンほんまキャサリンでもキャサリン言うたら素人臭いからいちいち言わないんですよお団子それ言うのはあれ、はい、お団子ないのかお団子ないんかお団子 ありますって言ったら、うん、あのそれ1個あお団子は1個、うんうんはい、今こう1個稼い取って四角いなってまずお団子言うてんのに四角いこれいけてる似合うってこうやって見た目どうでもええやんそんなんであればいいんですかうんじゃあねフランチャーはフランチャーはほんならフランチャーって何でんの翼翼フランチャーをやばいな、うん、翼つけんのねフランチャーを来週返しに来るからって借りんのかいまあ今言うたようなことであのなんかこう、靴のここについてるなんかあのこうガッガッっていうのはいらんですかああ山下駄何それじゃあ専門家はもうそう言うんですよ、はい、山下駄つけて、はいはい、それから、ジョッパーをあれしてジョッパーはだからこうやる
持って、はい、ここの何でしたっけ、ブリッコブリッコ三段三段ね、はい、ブリッコ三段。これあの三箱交代って何でしたっけ。何が三箱交代割れやすいやつは何でしたっけ。ブローグアローブローグアロー、ブローグアロー。ほんでお団子はこうやって持って、お団子はこうやって持って、あ、うん、合うかどうか、あ、合うかどうかっていう。何が合うか分からない。ジョッパー型のメットをかぶってジョッパー型のジョッパーかぶって山はいいなぁ。これをもう15秒置きぐらいに こうやりながらもう山はいいなぁ。2回だんだんこうなりましたね。あ、それ気ぃつけたら一瞬回ってるときバンジージャンプをやれと言われるよりきつくて辛いことは何ですか。結局ね、怖いものっていうのはもう限度があるんですよ。だから怖さっていうのももう足していくしかないんですよ、うん、虎にヤクザが乗ってるとかねめちゃめちゃ根性あるな怖いですよそれはね。おい、どこ見たら歩いとんねん。こいつはじっとしてんのわね、これがやっぱ一番怖いですもん。あとそれぐらいしかないんですよ。トラヤクザカッターナイフぐらいしかないわカッターまあまあまあ、でしょ、はい、だからやっぱりヤクザがトラに乗ってトラがカッター持ってた怖い。それはトラが持ってんの。トラが。ヤクザが持ってんのじゃないし。トラのここにカッターがこう入ってた。あー、なるほど。ここに毒が塗ってたらもう一層怖い。うわ、子供やな。ガムはどういう状態になったら捨てればいいんですか。これね、ガムというのを発明した人はね、はい、ある種天才でしょうね。あ、そうですか。だってこんな食べ物ないじゃないですか。半永久的になくならない。なくならない。ガムって口の中で。ガムでも飲み込むやつおるんちゃうの。ああ、でもガムを飲み込むと体に悪いんですよあれ。うわ、普通やん。あのね、まあ、ほなあんたに、ほなあんたに聞きますけど、やがましなもん。ガムね、捨てとき言うたらんかい。いや僕ね、うん、ガムあんまり長いこと噛んでるとね、うん、ブーッって言ってまうんですよ。おもんないね。いや、おもんない。いや、マジで大しておもんないね。違う違う違う、誰もそんなネタ言うてんのちゃうから。ないないね。ってなるんですわ。なるわけないやん。いや、なんねんって。なんで。いや、もう味もなくなってるし、いつまでもなんかもぐもぐもぐしてたら気持ち悪くなってくるもん。あ、そうですか。そうそう、これはね、いいことを言うた人がいる。うん、ガムの捨て時と、はい、女の捨て時は同じだね。うん、まあ言うてみて。女の捨て時はやっぱりね、恋というのはドキドキなんですよ、うん、ドキドキしているうちは恋はいつまででも花咲いていくわけですときめいていくわけです、うん、ね、うん、恋愛と俺ガムの捨て時聞いてねえけどまだ続くの、うん、まあ、ドキドキ、今日会えるんだ。10時待っとるやな、ね、今日会えるんだ、うん、長そうやなで、思うことでね、ドキドキする年のってあるでしょ。この間はやっぱり恋愛は生きてるわけです。だからガムの話に行きましょう。あ、はい、ね、はい、ガムも女も一緒です。だからガムを噛んでいてドキドキしなくなくなったら ね、 ええねそれなあ。どこのせいないガム噛みながらドキドキしてるやつおるの。急にそんな泣かれたってしゃあないわ。こんな感じやで。
私ちょっとあの胃がね、胃がクラッシュしてしまいましてね。言いたい時ぐらいあるがんだね。いや、それはね、もう今までにないぐらい痛かったんよ。もうほんまにもうわしづかみにされてるぐらい痛かったんですよ。のような痛みやった。あのね、30分に1回ぐらい発作が起こったんですよ。何やるかしてんの。いやいや、これね、発作ってどんなんやねん。何が発作ってどんなんやねん。発作ってどんなんやねん。いやいや、俺が聞いとんねん。どんなんやねん。お前な、発作を口で説明できるか。できるわな。ほんならお前、勇気ってどんなんやねん。それは目に見えへん。発作は自分で体験しとるやないか。発作は説明できへん。勇気と一緒やろ。熱情ってどんなんやねん。ふんねん、なんかあーっていうのが、まあ、嘘やろうけど聞いとくわ。投与して何をやん。何をやん。薬はやないか。はいはい、はい、薬を投与して、はいはいはい、なんとか今こうやって俺は毅然にこう無然に立ってるけども。なに、機嫌悪いんかい。いや、最高じゃないけど。きつかったんですよ、今回。きつかったんやろ、過去形やろ。うん、まあもうきつないやろ。いや、闘技はもうさ、越しましたけど。ただまあ、まあ医者がね、何、あの、まああんまり、え、まあその今日はあんまり行かへん方がいいんじゃないですかみたいなとこもあったんですけど、そんなことはないよ。まあ頑張ってるいうことや。頑張ってるんでね、ほんとみんなもう道でおったらサービスしてや、もうほんまに。そんなんしてもうたらうっとしません。風俗行ったらサービスしてや。まあこの時間帯見てるやろうからね。いや、ほんまね、大変やったんですよ。ああ、そうですか。今回はでもへこんだね。やばいんちゃうかなと思って。おお。あんなことは今までなかった。なかった。やっぱりね、疲れてるんですよ、ストレスで。いろいろ大変なんですよ。まあ、まあ、そうでしょうね。ねえ、だからもう思いましたよ。寝ながら。熱も出たしね。うん。もうあんまりお前のこと心配すんのやめろ。いやいや。いや、俺のこと心配して熱出たんか。あ、そう、今でもあーとか思うわけですよ。そんな前行ったら落ちんちゃうか、落ちんちゃうか。もっと噛まなとか思うわけですよ。何や、噛まない。あ、飯食うてる時早う飲み込むな。あーとか思うわけですよ。何がやねん。お弁当がとか。以前にガキの使いのオープニングでも見事に実績を証明された世界でも5音の指に入る名クライマーの松本さん。クライマー、はい。万が一山で遭難してしまった場合、眠らないようにするためにはどうすればいいんですか。でもこれは雪山で、ちょっと三々じゃない。でもこれはでもこれは雪山で、はい、あの狙いっていうことで言えば、はいはいはい、別に登山とかは別に関係なくてね。あ、まあね、うん、そりゃそうですね。で、うん、まず寝たらなぜ行けないかっていうのをご存知ですか。なんでほんなら寝たら死ぬんですか。人間は起きてる時はある程度熱を発散するんですが、うん、寝てしまうと、うん、そういう機能も低下してしまうんで、その寒さに耐えれなくて死んでしまうんです。はいはい、え、もっとボケた方が良かった。いやいやいや、ここボケるとこちゃうよな。いや、もう結構でございます。その先に、はい、先に何か待ってるんでしょ。もちろんそうです、はい、私はその光に求めて今歩き始めてます。しかしその光を見失ってることも事実。頑張ってください。ありがとうございます。だから、睡眠、睡魔というのは、まさに悪魔なんですね。はい、こういう雪山に関して言えばね、はい、そういうことですよ。以下のようなことでね。いや、どれがやねん。どこがやねん。何がですか。いや、だから寝ないようにするには、うん、寝れない夜とかあります。あ、なかなか寝つかれへんっていうのはありますね、はい、あのね、うん、寝れない夜、うん、ね、うん、やっぱ寝れない夜もあるじゃない。はい、あります。はい、はい、あります、うん、止まない雨はないじゃない。止まない雨はない。はい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 、明けない夜はないじゃない。いや、そんなんどうでもええねん。そら言うてて気持ちええんか知らんけど。もうお前の気持ちよさはどうでもええねん。いいでしょ、教えてもらいましょう。ああ、教える、はい。逆こそ真なり。はい。寝れない時によく頭の中で羊を数えます。
まあ昔はそう言ってましたね。羊が1匹、羊が2匹、はいはい、こうやることによって寝ていってしまうわけです。その逆をやればいいわけです。どういうこと？あ、その踊りいいね、教えて。ノン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 、早く光のとこまで歩いて。もうね、君らおかしい。ちょっと待って、何やねん。何やねん。どうもね、あかんのですね。何がですか？あ、草からほんまにおかしいんですよ。この骨盤のボケがほんま。アホや。今日の中でそれが一番おもろいわ。この骨盤のボケが。うまいこと動きやがる。今年のクリスマス、あ、私は浜田さんに何かプレゼントあげようと思ってるんですが、うん、相方の松本さんの目から見て浜田さんは何をプレゼントされたら一番喜んでくれるでしょうか。ぜひ教えてください。はいはいはい。なんなら教えたってください。テレビの前の浜ちゃんファン。今浜田が欲しがってるのはね、雨です。あ、甘い雨。雨ください。あ、でもね、ほんまのこと言いましょうか。今浜田が、これマジですけど、どこでも更衣室やな。そう、そうです。浜田、すいません、どこでも更衣室。そうです。僕が欲しいのはゴム布団。そうそうそう。欲しいね。お二人でいろいろ行くときにね。二人でキャンプ行くとき使いますんで。日清さん、トヨタさん、トヨタ、日清さん、はい、よろしくお願いします。前はあの日清さんね、はい、あの なんとか寝袋、うん、何だっけ、焼きそば寝袋は、焼きそば寝袋送っていただきました。ありがとうございます。あのサロンパスが聞く聞く言ったら久光製薬さん、はいはい、箱でサロンパスありがとうございます。そういう感じでね、やっぱりこういうのは持ちつ持たれて、はい、そういうことで、誰と誰がやる、そういうのありますからね。はいはいはい。あと何かございましたですかね。あとはもうないですか。他は別にまあないですね。なんか頑張ってこうと、頑張ってこうと。頑張ってこうとはどこの人やったっけ。あれはコカコーラやの。コカコーラ、はい、コカコーラさん。ちなみに我々、ゾッとやってました。ね、別にその他人じゃないですし、あとボスのかっこいいじゃん、かわいいじゃん。全然対照的なんですけど。まとめて、企業の皆さん、よろしくお願いします。そんなもんですかね。はい、それから今度青函行った時はサービスよろしく。よろしく。なんで俺が頭下げなかった。なんで俺がお前の分頭下げなかった。お前の分言うなよ。トップ芸能人に上り詰めた今でもフロム A で探してお忍びアルバイトをしているという松本さんに質問です。はい。僕は今バイトをしているんですが時給は安くて困っています。あ、そこで松本さんにお聞きしたいんですが、はいはい、松本さんが昔やっていて今でもお金に困った時に時々やっているという時給8万6千円のバイトをぜひ教えてください。あんたやってたんですよ。まあやってましたよ。あ、そうですか。ええ、これ時給8万そう6千円、僕最終的には8万6千800円ぐらいまで行きましたよ。最初は8万5千円から始まりましたけどね。え、だどういう仕事なんですか。目の玉をくり抜いてですね。急すぎるわ。なんかもうちょっとあんたのトークがあったって。ついに目の玉をくり抜いてって言うのは分かるけど、言いましょうか、目の玉をくり抜いて。いや、だってまずそれを言われるもん、面接でね。君はくり抜ける子か。くり抜ける、くり抜けない、バルセナか。まず鉛筆もらう。渡せますから。何をって書いてないの。キュって書いてますから。キュ、あなたは目をくり抜けますか。まずね、ってまず書いてますから、うん、で、くり抜ける、くり抜けない、はい、くり抜けると書いたならば、はい、右をくり抜くのでしょうか、左をくり抜くのでしょうか。映画の本なの、右をくり抜ける、
ああ、右やと左、もう左はい、な、くり抜ける左に、な、もうそしたらもうほとんど明日から来てもらって大丈夫ですよっていう話ですよ、ね、ちょっと待て、何、お左目くり抜いてどうすんの。あのね、左目をこうくり抜いて、そっち右目、あ、いや右目をまず触ってから左目なんですけど、ごめん、俺は知らんかったから。左目をくり抜いて、ちょっとあい、何すんねん。じゃあまず投げるんですよ、思いっきり。あ、まずタイムカード押さんとダメです。いや、もうそんなんええやんけ。くり抜く前に、何のバイトやねん。まあまあ言うから、くり抜く前にタイムカード入れんと、くり抜いてからやとようわからんようになるんで。そんなもん分かっとるから。それは振り向かれる方も分かるから、それは注意って、あのタイムカードの上にポスター貼ってますから。ああ、でこうガッチャンってやってから、まあくり抜きますよね。松本入りましたーっていうことで、ほいで思いっきり投げますから、うん、ほんで測り師がいるんで、うん、何メートル飛んだかをまず測ってもらいますから、はいはいはい、でまあ大体僕ぐらいになるともう 15m 飛ばせられるんですけど、長けりゃええんやったら思いっきり投げれるわな、誰でもそんなもん。いや、自分の目はなかなか愛着が愛着感があるんでね、なかなかああそうやろな。ほんで、朝から、約夕方5時ぐらいまでですか、うん、まあ簡単に言うとそれの繰り返しなんでそんなんで8万6000円くれんの。だからお前も、お前も勘の悪いやつやな。鏡があって、これマジックミラーなんですけども、鏡のこっちですごい金持ちが食事をしてるんですよ、それを見ながら。また投げとるのー言うて、分かっててきとんねん。まああの子の投げ方、おほー。そろそろ芸能界を引退して AMPM に就職を考えているという。はいはい。コンビニでお弁当を温めてもらっている時の 2,3 分間何もすることがなくぼーっとしているのがとても嫌です。手持ち無沙汰を解消したいのですが、何をするのが一番いいんでしょう。あなたならどうしますか。僕はもう雑誌のとこ行くなり、レジから雑誌のとこは一番遠いんですよ。あ、そうやね、大体端と端、ね、そうでしょ、うん、その時に温めてる時に、うん、そんなとこおったらお前どうするんですか。なんでやねんな、呼ばれたら行きゃええがな。なんで呼ばれるんですか、名前も知らんのに。あのお客さんって言われるやん。ヤングハンバーグ御膳のお客様。いや、かまへんよ、かまへんよ。こっち恥ずかしいですよ。はい。御膳のお客様言われて、かまへんやん。ヤングハンバーグ弁当、うるさいな。ハンバーグ午前弁当のお客様って、はい。それはもう、これは恥ずかしいですよ。食は一つの文化なんですよ、うん、その食を今温めてもらってるのに、はい、それを見て見ぬふりするっていうのは僕は許せないですね。いやいや違うで、ただこうやって待ってるのが退屈なんですよ、ね、はいはいはい、これも見てるうちに入るじゃないですか。 あそこ入れたらなと、こうやってるわけでしょ、はいはい、それではあんま変わらない。それは何弁当なんですか。それをちょっと教えてください。なんか幕の内でも何でもええかな。幕の内ですね、うん、はい、その幕の内を今こう温めてるわけですよ、うん、今から自分が食べたいものが今温められてるわけですから、その叫び、おたけびをね、どうか聞いてあげてください。どうか聞いてあげてください。本当の、あっと、うん、焼き魚のおたけび、卵の微笑み。いや、どういうふうに聞いたらええの。だから聞き方教えてや。何が聞くわ、どうやって聞いたらええの。何がですか。こうやって聞いといたらええんか。どうやって。それはもう本当に、それはもう本当にやで。どうやって聞いたらええの。どうやって聞いといたらええねん。だから聞いてあげてくださいよ。だからどうや、こうやっとくんか。こうやって、もうほんまに聞いてあげてください、うんうん、こうやって、そう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 、こうやって聞いたらええの。ものすごい、ものすごい寂しかったわ。東京ドーム2個分寂しかったわ。子供電話
相談室の相談役を、無着生協先生と5年間やっていたという松本さん。僕はいつも自分の部屋の電気をついつけっぱなしで寝てしまいます。ははは、母になんでつけっぱなしなのと怒られますが、うんうんうん、なんて言い返したら母を納得させられるんでしょう。何でも勢いっていうのは必要でね、うん、例えばあなたがお釜掘ったとしましょうよ、車で、はいはいはい、でガーン掘った時にね、ここが一つの問題なんですよ。降りていって謝るか怒鳴るかなんですよ。いや、謝っちゃダメですよ。これ謝ったらダメなんですよ、うん、え一緒やん。何やそれ。何やそれ。そんな驚くことちゃうわな。いやいや、俺も全然気づけへんかった。あ、向こうの相手が気弱いとね、うん、意外と、あ、すいませんって言う場合があるんですよ。これはもうこっちの勝ちです。こっちの勝ちですから、もう気ぃつけよ、バーン言ったったらいいんですよ。ね、このパターンは絶対使えるんですよ。これいつだってそうなんですよ。なるほど、うん、そういう意味では。だから僕はよく言います、人生はやっぱ勢いだと。勢いあるもんが勝ちますよ。なるほど。なんでつけっぱなしなの、なんでつけっぱなしなのよって言うたら、もうその返す方なんでね、うん、消しっぱなしのわけにもいかんやろ。何のことかわからないけど、そない勢いで言われると、そない勢いで言われるとファンも時彦ちゃん。あんなに子供の頃ぐずってた時彦ちゃんが、そらぐずんのも時と場合によるやろ。やっぱりね、ぐずんのはええやろ。それはね、絶対必要なことなんですよ。あ、 そうです。それで結構クリアにこの流せてしまう時ってあるんですよ。例えば彼女がね、うん、家に来た時にね、うん、お風呂入った時にね、うん、長い髪の毛が入っあったとか言いよるんですよ。なるほど。ね、この時にこう、うろきたらダメなんですよ。短いのはなかったんかい。はあ、いや、それで、はあ、なれへん。短いのなかったんか言われて、はあ、となれへん。なかったわよ。ないことないよ、俺の髪の毛が短いんやから。あ、もしくは短いのはなかったんかいと言うてやった後にすぐに、俺はここの風呂入ってへんとでも言うんかいって言うてやった。いや、分からんよ。ここは俺の部屋やないとでも言いたいんかい。お前何やこの人。DNA の組成と人間工学、人間行動学という卒業論文を書いてオックスフォードを出た松本さんに質問です。人間にはいろいろあるもので、顔を踏まれフェチといって、顔面を足に踏まれるとたまらなく興奮する人がいるそうです、うん、もっと他に踏まれると興奮するところって何かありますか。これね、 M と S はね、面白いですよ。僕いろいろ今研究してるんですけどね。店行って、あの店、まあ B コースなんですけどね。知らんがなコースまで。顔踏まれフェチ、今だがそうなんですよ。今だ顔踏まれフェチなんですか。踏みフェチなんですよ。あいつはどっちなの。あいつはもう超高校級の S なんですよ。その高校っていうのはどういう意味なの。中学高校の。しつこいな、お前は。それもう4回目ぐらいや。高いってこと、再び高い、再び。字が違うような気するよ、お前。僕は全くないですよ、うんうん、どっちかって踏まれる方やろ、うん、踏まれる僕、うん、そうやな、まあ、言葉攻めの方が。前でガキの使い見たよ、面白くなかったよとか言われると、うわ面白くないのや、ビーン。もう誰か来てくれよ。そう、それは嘘やけど。そんなフォロー今さらお前。あのね、僕が今まで体験した中で一番すごかったのは、女王様が5、6人来たんかな。お前それスペシャルコースちゃうの。もうバーン開いてきて、なんだお前はって言われて、いきなり、うん、何してんだこんなとこで。ほんで、どこにお前はこたつ置いてるんだ。って言って、こたつを
向こうの寝室の方に持っていかれるんですよ。あ、こたつなんかあんねや。こたつをリビングから寝室の方に持っていかれるんですよ。だからもうごっつ興奮する。ちょっと待って、それうわー、こたつやめ、待て待て、それ家に来んの？そうですよ。そうですよ。お前家で待ってたらピンポンで来よんねん。そうですよ。でダダダダダ入ってきますからね。5人ぐらい、5人ぐらい入ってきます。なんだお前は。なんだお前は言うたって来たんお前らやねん。そうそう。でこたつリビング持っていかれて、そうそう、あの全部模様替えされてしまうわけです。だから自分の生活を全部否定されたわけですから、あライフワークをね。でもうその電話線も切られるし、水道管ももう取られてる。もうライフラインを断たれたわけですよ。ごっつ興奮するわけですよ。俺の生活が。私ね、はい、まあ出てきていきなり不平不満垂れるのも申し訳ないんですけど、いいですよ。こっちの足の皿が割れてるんですよ。いやいや、ほんまにほんまに。歩けるわけないねんかい。え、いやいやいや、俺が、俺自身が割れてる言うてん。割れてないっちゅうの。いやいや、ひどっ。あ、なに割れてる方。大丈夫。あ、割れてるから割れてない言うてんねん。あ、じゃあほんなら聞きますけど、なんで静かやねん。どうっていうことは、いやもう晴れ晴れ、もっと割れてないのに、なんで僕は割れてるって言うんですか。だからお前がおかしいねん。え、割れてると思い込んでるだけなんですか。思い込んでんねん。ちょっと痛いぐらいで皿割れてる言ってんやろ。いや、ちょっと痛いって、これはすごいもう割れてる痛さなんですよ。いや、だから割れたことないやないかい。だから出てきていきなりこんな体調が悪いことをね、みんなに言う。いや、割れてない。プロとして言うべきことじゃないけども、まあまあちょっと言うとかんとね。あ、今日のまっちゃん動きおかしいなって。焼きが回ったかなって思われても嫌じゃないですか。なんで焼きやねん、おかしいやねん。まあ普段の力のまあ96は出せるとは思うんですけど、ね、それでええやん。十分やん。そんなこと言ったら俺がすねとこの足首打ったんですよ。あんたが皿が痛い皿が痛い言うから、なんか二人揃って痛い痛いのもなんやな思って、俺はこうやって我慢しながらやったよ。ぼっこ腫れてますわ俺の方が。絶対俺の方が割れてるよ。腫れてんのと割れてんのとどっちが辛いの。そりゃ割れてんの。じゃあろうが、俺割れてる。割れてないがな。しかしね、あれ何やの。まあまあ未来の時代に入りますけど、ね、割れてる。じゃあほんまにごめん、割れてんねん。これはもう完全に事実なんですよ。あのあれですね、うちのダウンタウンショップ燃えたらしいな。これどうなってんの。あれはだから大丈夫ですよ、あれは。あ、そうですか、うん、なんかどっかの文房具屋でね、うん、筆箱を売ってるんですけど、うん、勝手に俺の写真貼ってまっちゃん筆箱みたいなのがあるんですって。そう、売れるかー言うて。そんなことでね。あ、そうですか、うん、まあまあ、じゃあこれを機会にもやめたらいいじゃないですかね。もうそんな売れてないんやろうしさ。さ、売れてない。いや、ほんまな、なんかぼちぼち店やったら、これを機にその学校もやめてね。何言うてはんねんこの人みたいな顔すな。なんか店とかやる気ないんかいな。いや、まあ、スナックとか。なんですか。スナックはやめようや。まいや僕、うん、まあペットショップでもやろうかな。なんで。いや動物好きやからね。やらしい。なんで。あ、また好印象与えようとしてる。いやいや、動物好き。ね、あ、優しい人。ええ、いいじゃないですか。動物ね、あのね、僕ね、犬ね、うん、飼いたいんですけど、うん、ごっつ喧嘩できる犬がいいんですよ。でっかいやつってこと。うん、でそんなに僕にあまりにそこまで従わなくていいんですよ、うん、たまにはぶつかり合いができるようなね。3勝2敗ぐらいの。ええ勝負やな。それはいいな。いいでしょ、うん、なんかそういう付き合いが。でもどうなったら負けになるの。
山椒2杯はええけど何がその2杯はお前はどういう状況になったからね。まあまあこっちが勝った時はもうキャーンって言った時は僕の勝ちですよね。ああ、それで終わりですよね。お前が負ける状況ってその2杯はどういう状況になってんのやろな。寸止めでしょうね基本的には。一応タレントやから手出されへんっていうのは向こうもあるじゃん。顔殴られへんし、顔は殴られへんっていうのはあるじゃないですか、うん、はい。だから基本的には犬がこうやって寸止めすんのかってこなんで犬が拳使うんだよ。だからもううわぁこんな犬おったらよろしいよな。まあまあいいですよね、まあおらんやろうね。そうですか。なんで犬が嫌いなんですか。嫌いなんか言ってへんや。やらしいなお前ほんま。でもねコントでもたまにほらスタジオに犬とかね連れてくるんですけど、みんなもう犬が好きやから絶対合間とかあれすんねんけど絶対相手せえへんやろお前。いいよ。俺なんかいつもこうやって抱いてるんですよ。いやほんまにほんまに。やってんの見たことないもんな。いつもなんかこうやってそうでしょ。そんなお前がほんならこうやってんのをちょっと貸してって俺がこうやってどうすんのもおかしな話やな。気持ちの悪い。でもお前がやってたら俺ちょっと貸してって言うで。うそー。そうお前おかしいってやっぱりどっか欠如してるわ。欠如アホか。あのお前チンパンジー来た時はずっと俺抱いてたから。何やチンパンジーって怖いわなんか何やチンパンジー俺もそんな様子あらんわお前チンパンジーだもんチンパンジーやおったやろずっとここにおったであいつ。そうなのか。あんまり動物好きじゃない。なんかこうおかしくったらゴミとか捨ててこい言うたら捨ててくるしあいつ結局そういう扱いじゃないかわいがってんじゃんや走りやん何言うとんのよ。はがき出してる割れてないっちゅうのまっちゃんが以前お姫様の眠りを口づけで目覚めさせ童話の白雪姫のモデルとなったのは有名な話ですね。そんなまっちゃんが毎晩ブリを抱いて眠るのはなぜですか。あのまあこれすぐ否定せえブリを抱いて眠るのはなぜですか。簡単に言うと、はい、結局出世魚やからね。僕は人間でも何でもそうですけど志の低いやつはダメなんですよ、うん、前へ前へ、うん、上へ上へ上へ前へどえ斜め上へ前へ。いやいやもうやりすぎもう上やったら上でええやないか。いやブリは抱いてね、ブリは出世魚なんですよ。知ってます、うん、出世魚ね最近あんま知らないんですよみんなね、うん、いやいやだからそれを抱いて寝てるんですか。そう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 生を生をまさか刺身をじゃないでしょ一匹でしょ、ね、一匹一匹もしくは二匹二匹の時はどういう時やねん。失恋した時とかは二匹から3匹。なんでやねん寝られへんがな草って臭い臭いがな臭い臭いだってあれやないかお前。お前どこの子供もこの間野沢が言うてたけどパンツにうんこつけてたらしい変われへんがなその臭さとまた違うがな。びっくりしたらしいでお前パンツバーめぐったらうんこバーついてたもう高2やろまだ4つや5つやねんからお前ババぐらいついとるやろあ4つか5つなんや。ああ俺高2ぐらいや思ったからびっくりしたんですよ。ああそうですか。そういう臭さじゃない生臭いがなそんな魚一本。ちょっとブリのあれ言ってごらんなさいあなた。何ですかそのあれを出世を。いや知りません。ほんまに、うん、最初はハマチなんですよ違う違う違うハマチは途中なんですよ。ハマチからブリになるんです。そうなんや。はいはい。でもそれでいいやん。でその下がねカマスですわ。いやいやもうそうしといてください。もうここではもうこの人はルールですからすいません。カマスハマチブリ。カマスハマチブリになるんだ。はいはいはい。でまだもっとバーっていきますけど何どういくんですか。テリブリテリそれは裁かれてからやろ。裁かれたっていいじゃない。何で2回言うねん。
裁かれてからはお前ブリテリやろうが何やろうが何でもなるわ。生きてるうちはブリで終わり。ああいや終わりじゃないです。だからそれを教えてやんな。ん？それを教えて。生きてるうちのその次をブリ、ブリパパ。蒸発して7年になるんですが、うん、今更どんな顔をして家族の元へ帰ったらいいのか分かりません。最も自然な方法を教えてください。じゃあ一番いいのはやっぱりあの何もなかったように帰ってくるのが一番いいと思うんですけどね。いやまあな、だからもうガッて開けて「いやせやけどな」って。いやないやないやないや、何の話の続きやねんお前はそんな言うけどなっていうふうに普通に帰ってくるのが一番あのそのまま何もないなるとは思うんですけどね。ああ7年後はい、それぐらいのテンションで。松本さんに質問です、はい、女は星の数ほどいると言いますが、はい、男は何の数だけいるんでしょうか。そうですね、ボケの数だけツッコミがあるじゃないですか、はいはい、そしてツッコミの数だけ笑いがあるわけですよ。いいことを言っていますおかわりの数だけご飯があるじゃないですか。それは限れへんがな。それはあるかどうか限れへんがな。おかわり言われてもうあれへんで言われたら終わるわ。さっきんとこまでよかったね。キスの数だけ愛があるって言われてますよ。ね、涙の数だけ、感動があるし、うん、いいことを今言ってるじゃないですかまあええわもう。ああ、まあ、そうでしょ。まあそうですね。まあそれを言われるならまあチッポの数だけ男はいると。いや、そらそうやん、そらそうやん。チッポの数だけおるわ。おい、日本あるやつおんのかい。だからここで格取りに行きましょうか。まあ、そんなのに決めになれへんだよお前違う、女の子の例えがあまりにもなんか星の。そうやね、そっちの例えがおかしい。あ、綺麗かったらええんか。いや、綺麗やのに男はっていうのがどう思う。なんか同じような、なんか綺麗かったらええんだ。なんか綺麗てんの自分。あの女も虹でええんちゃう。虹もそうそうあれへんやろ。いや、綺麗かったらええんやったら虹でええんちゃう。そんな俺知らんもん。怒られるもんな。いや、まあ、数みたいなもんの方がいいんですよ。数言うた、あ、いや、いっぱいあったよ、ね、数がいっぱいあるよ。ボーリングの玉ボーリングの黄色い玉。ボーリングの玉やな。切れないがな、別に。綺麗がな。切れないがな。はあ、お前ボーリングの玉綺麗と思ったことない？ないですよ。すんごい丸で、丸なんですよ。綺麗な丸なんですよ。でも穴が3つ開いてるんですよ。そらそうやろ。それ惜しいじゃないですか。え、惜しいやん。何が惜しいの？綺麗のに。え？この3つの穴さえなかったらほんまにめんてもう何も言うことないやんか。あ、そういう意味で惜しいかい。そうやね。でも穴3つ開いてもてるやん。開いてもてる。これが綺麗じゃないですか。あ、なるほど。え？病院行く？お前やろ。ございますか。なんかございますでしょうか。それはやっぱり人間一人生きとるわけですから、はい、なんかあるでしょう、それはね。なんもないな。やっぱり高いとこは怖いねっていうね。あ、そうなんですか。僕嫌いやから。あ、ほんまあんま高いとこ分かるな。そのくせいやいや、やったやんけ。はいはい、スカイダイビングや。やったって別に、お前やらされたやんけ、あれは。あれ別に。いや、でも俺じゃないかな。いや、俺は絶対できへんもん。なんぼ積まれたってできへんもん。それをやった人間がなんであんな高いか。確かにあの時ね、僕飛ぼうとしたらあなたもうこう、うん、紐にこうくくられて、うんうん、あ、まだもう嫌やったらええでね、ちょっとまあ優しいとこが見て出てしまったんですけどもね。何を、まあまあまあね、でもあこまで行ったらやらなしゃあないからさ。あんたでもそらやらんとしゃあないから、ね、いや俺はやってないよ。だって俺は嫌なもんは嫌やもん。うまいもんはうまいもん。誰かが言うてた。まあええわ。いや、俺はもう絶対嫌なもんは嫌やあれへんが、罰ゲームやって連れていかれてんねんから、そこで嫌やとは言われへん。いや、俺は言うよ。だって嫌やもん。お前汚いわ。それはあかんわ。お前やらなあかんもん、やらなあ。
いや僕ねそういう考え方が嫌いなんですよ。何がやねん。人間社会の嫌やけどやらなしょうがないとか、嫌やけどやらなしょうがないとか、あの人が嫌いやけど付き合わなしゃあないとか、僕そういうのは絶対ダメだ。誰もそんなこと言うてないからな。嫌やったら付き合うんでええがな。そんな例えはおかしいやろかい。キスして何や。いや別にするのはたやすいけど。セクシーグループのリーダーも務めている松本さんにお聞きします。はいはい。花に花言葉があるように、うん、寿司にも寿司言葉があるそうですが、どんなのがあるのか教えてください。あ、それはもう全てにおいてありますよ。寿司言葉なんて聞いたことないんですよ。あ、それはだからみんな言わないだけですよ。だから花言葉、あなた花言葉知ってますか。なんかあるの。あ、じゃあチューリップの花言葉。いやそんなの知りませんよ。うわ、言われても何なんでしょうか。なんで今日ここ来たんや。そんなことも知らんと。別にそれメインやったら俺かって調べてくるけど。何に乗ってきたんや今日は。あ、自分の迷惑。ああ、そうですか。いや、寿司言葉。寿司言葉ありますよ、もちろん。君何月生まれ。俺5月。5月ですよね。5月ということはエビですね。そんなもんお前のさじ加減一つやん。いやいや、生まれ寿司は。俺マグロ寿司は。生まれ寿司はエビですよ。そんなことぐらい自分で知っときましょうよ。俺の生まれ寿司はエビなんか。エビですよ。まあ待て待て、お前9月やんな。9月ですよ。お前生まれ寿司なんや。あ、巻き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 寿司。巻き寿司あんまええことないな。まあそれはでもええことないなとかいう問題じゃないですからね。本来を教えたっていう。何をですか。意味がわからない。寿司言葉を教えろっちゅうねん。あ、それを聞きたいんですか。もう、あ、そうですか。はい、いいですよ。だから俺が エビなんやろ。うんうんうん。だもう手っ取り早いからエビの寿司言葉。僕は巻きですよ。いや分かってるわ、ね。はいはいはい、エビの寿司言葉をまず教えてや。あ、いいですよ。うん、はい。だからハキハキしてんねんから言えや。ここがグダグダやったら俺もあんまり突っ込めへんけどやな。はい、はっきりしてるやん。してますよ。なあ、はい、喋れや。そうですよ。ああ、あなたは5月生まれなんですよ。だから言うてるわ。それを自分で分かってるか。分かってるわな。5月生まれの人。はい。ああ、オッケー。なあ、来い。なんでやねん。ど、なんや、来いっつうのはなんやねん。どうしたらええねん、俺。俺んとお前来たらええやん。行ったからどうやねん。5月生まれなんやろ。はい。来い。はい。はい。よしよし。何食わしてんの。何を食わしてんねん。ふやふ。あよ。何や。何。エビの寿司言葉を言え。わかりました、言いましょう。朝目覚めればいいじゃん。目覚めたから。目覚めたからわしゃここにおんの。何ですの。なんですの。エビは朝目覚めればいい。そうですよ。巻きは何がですの。俺は俺の花言葉、花寿司言葉があるから。だからそう教えてや。巻き、お前以外でも9月生まれはおるわけやから、うん、知っときたいから。9月生まれの人います。ほらおるかな。ねえ、巻きらしい。あんたたちね、巻き巻き。わしゃエビやけど、俺は朝目覚めればいいじゃん。あんた教えだって。あの巻きの巻きの3人に教えだって。巻きの寿司言葉。本当に9月生まれですか。うん、言うてるかな。ああ、9月も前期と後期に分かれます。ほんだ俺の。お前、僕は9月8日なんですよ。だから僕は前期なんですよ。まあええわ、ほんだ前期でええやん。何がお前のやつを教えたらよ。ふとの方ですね。太巻きと細巻きに分かれるんですよ。あ、前期は太巻きなんや。太巻きなんですよ。ほんだ太の方へ。太の方ね。うん、革ジャンは。何やねん。何や革ジャンは。だから寿司言葉俺は覚えて帰ってほしいねん今日の。だから言えや。腹立つなほんまに。
いや腹立つやろ。ほんなそんなこと言ってたら1月から12月まで言うたらんとお前しゃあないで。あ、いいですよ。1月の人いますか。はいはい、はい、あ、こんだけいますよ。はいはいはい、はい、あの皆さんにこれはバラえあ、バラ寿司あの今の方はあのバラ寿司ですからね、あんま大したことないねはいはい、バラ寿司の寿司言葉、寿司言葉はあ、集まればいいじゃんなんか投げやりやな全部なんか突き放すようなことやな。お前こんなペースで12個もボケれるかあのお前そりゃもうやらずに決まったやんアホかお前、今日はこれで終わってもいいぐらい1月の人分かりましたバラ寿司でうっとうしわこいつあんたたちは集まればいいや、集まればいいや本当に。はい、2月お前でやってね。はい、2月の人。はい、2月の人。あ、もう何人かいますね。はいはいはい。2月はあかんぴょうかんぴょう巻き、かんぴょう巻きですよ。かんぴょう巻きなんで覚えて帰ってください。はい、うん、筋言葉はなくてもいいじゃん何がやんのそれはかんぴょう巻きに対する気持ちでしょ。そんなもんなくてもいいじゃんっていうお前先が思いやられるそんなにないぞお前。あと10個。ああ、まあね、あ、まあ、そこのつ、そういうことでね。何がそういうことやまあ、あの何にだってこうあるということをね、僕はどうしても聞きたい月の人、まあ、聞きたい人が何月ですか。12月。ああ、もう年の終わり、師走。師走ですよこれ、うん、もう本当に、ね、これ何、寿司は何なんですか。何がですか。12月は何なんですか。12月これがね、僕びっくりしたんですよああこんなんあっていいのって思ったんですよ。なるほどなるほど。12月はね、あの開店ネタやあれへんいや、なくなったんでしょうね、多分。だから1月からずっと行った時に、あ、なるほど。12月来た時にね、なくなってしまったんですよ。これはちょっと無茶やなと思ったんですけどね、回転なんですよ。回転なんですよ。庶民派でいいじゃんそれも回転寿司のことやな。5000円でお釣り来たじゃんあのね、僕ね、やっぱりね、腹立つことがあるんですけどね。はいはいはい。マラソン、うん、あれマラソンやなんや言ってよテレビでやってるでしょ、うん、この間もなんかあったんか。やってた、東京国際マラソン。いや、ええー、で、やったらええけど、トラック走ってたらええんちゃうんか。いや、マラソンやから外走らなんで外走らなあかんねん。それのために車止めて、なんやねん、お前ら何様やねんちゃうの。いやいや、それちゃうへん。いや、思えへんよ。だって 42.195 キロ走ったらいいんでしょ。そう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 。いや、もっと言えば体育館でもいいわけですよもっと言えばルームランナーでもいいわけですよなんでちょっと走ってんの。いやいや、ちょっと坂鳴ってるとことかいろいろあら。いや、ほんならルームランナーでたまに誰かが坂にいいじゃないですか。それ、いや、そんなことせんと自然の中を走ろうよ。自然の走ってる距離は一緒やけど、うん、淡々と走ってるんじゃなしに、うん、暑さもあるでしょ。はあはあ、いや、それは誰か手が垂らしたらいいじゃないですか。カチャってやってビーって垂らしたらいいじゃないですか。ほんまね、わからんわ、あれは。ええやん、別に。そないしょっちゅうやってるわけちゃうがな。ね、あのね、なんて言うんですかね、この国はね、国を切りましょうとした。この国はね、多数決の国でしょ、大体が。なんか、少数人数よりた、お、何を言うてんの。そうじゃないですか、うん、ね、一、うん、人じゃ100人に勝てない国じゃないですか、うん、この国は、うん、はいはい、そのくせに、いや、それなら分かったと、うん、せやのにもかかわらずですよ、マラソン人口なんてたかが知れてるでしょ、うん、それで車乗れない人とか、うん、渋滞に巻き込まれる人数を比べたら、うん、全然違うわけでしょ、うん、でもマラソンを優先させてるっていう、はいはいはい、それが分からんのですよ。いや、聞きもせんからやん、だからやめた方がええと思う人聞いてくれや、みんな、はい言うやろ、思うやろ。でも俺の言うてることが正しいのは一理あるっていうのは分かるよな。いや、なんでやねん、なんでやねん。何がいな、どんな青春やねん。どんな青春を歩んできたんや。そら知ってるくせに、おかしいって、何食べてんねんお前は
いやせやし、これが日本深夜世界深夜言うたって走ってるところが違うんやから、そりゃ違うっちゅうねん。じゃあそれはどこでやったって一緒や、それ同じ条件でやらへんかったら意味ないわけでしょ。そりゃそうや、野球の球場と一緒じゃないですか、うん、ここあっかね、わかるでしょ。わかるかい。ここあっかっか、そうかね、おかしいんですよ。なくしましょう、みんなで。というかその前目かまへんやもん。で一回お前それ中継やってる時ガー入ってったったやねん。むちゃくちゃしたろかな、ガー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 、ほんまむちゃくちゃしたろかな。捕まる、うん、捕まるんかな。そう捕まる。でもそんなすぐ出てこれるでしょ、そのぐらいなら。まあやってる行為、来る選手来る選手全部パンツガーめくってる。その間待ってんのかこやつ。そんなわけいけへん、ほんまや、おかしいねん。トライアスロンもあれどうなんやろね、走って泳いでの自転車乗って言ってなんかわからないでしょ、どうしたいんか。いや、わからんこともないから最初泳いで帰ってきて自転車乗って最後走るんですよ。もうグダグダでしょ後半も、なんかもう、まあグダグダや後半は。いや、そういうことじゃなくて企画的によ。そんなことあれおかしいよな、成立してへんよな。いや成立してるがな、一個一個成立してるがな。ずーっと走ってたらええやな、なんで一回泳がなあかんねん。違うな、どっちつかずのアイオンチューだね。おかしいやん。いや、思ってギュッ、いや思ってない、思ってない、いやー思ったら見て肉やーってこんなん見て、誰もそんなんやってるわけちゃうやないか。最後泣いとんね。まあまあええやん、競技として楽しそうにやってはんねやから、うん、ほんま頑張ってください。いやほんま頑張ってください。え、どっちやねん。散髪に行って散髪屋さんの人に今日はどうしますかと言われたらどういうふうに答えればかっこいいですか。まあもちろんかっこいい言葉っていうのはいっぱいありますから、うん、いっぱいかっこいいよ、意味が分かれへん。それはやっぱり次元の違いなんですよね。あのね、それその人その人の生活パターンというかね、うんってやれやな、うん、うん、その人その人、おい待てや。うんってやってんのちゃんと出さんと。その人その人のそのなんていうんですかね、もう周りを取り巻く環境というものがございますから、それによってどんどん変えていった方がいいと思うんですよ。なるほど。例えばあなたなら、うん、どうしますかって言われたらなんて言いますか。いつも行ってるとこやったら、あ、いつもの感じでいいよって言うわけ、うん、それじゃ全然かっこよくないじゃないですか。なんやのと。まあだから俺は分からへんのそこやねん、何がかっこいいのかっていうのは。例えばそうですね、あなたなら、うん、ちゃんと子供もいますから、うん、どういう風にしてほしいですかってこう聞かれた時に、うん、俺のことはどうなってもいい。息子を買ってやってくれ。うわーかっこいいってなりますよね。いや、それお前状況間違ってる。散髪屋行っとんねんな。そういうかっこよさじゃないがな、はいはい、いや君が行った時はほんならどういう風にかっこよく見せてんねんや。はい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 、わかりました。バッと座ってね、はい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 、松本さん今日どうしましょうって言われた時に、なるほどね、これここで他の客とは違うぞ、うん、切れもんやぜっていうところね、切られるんですけど俺はそれよりも切れもん、もうええねん。やっぱり言えやよ、言わんといかんから。ああそうや、はいはいはい、こうまあまあどうしますか、うん、まあそうですね、いろいろありますけども今日はなってね、今日はなかっこいいじゃないですかね。おう、今日はな、むしゃくしゃにしてくれ。はい。そういう意味じゃなくて、俺をむしゃくしゃにしてくれ。だから状況が違うっつう。つい先日まで、FBI 心理プロファイリングのプロスペシャリストとして活躍していた松本さんに質問です。はい。エッチの時、女性の演技と本気を見分けるにはどうすればいいんですか。軽くこう話題になってましたね。まあ少なくても俺が今まで抱いてきた女は演技はしていない。うん、まあ僕はもう今はもう立ちませんけども。最悪や、立てへんねん。
僕はもう歴然たるインポなんですけれども。何？だからこそ今になって見えてきたっていうことはありますわな。それはね、あの男の人なんか一回やってみたらいいんですけど、あいややってみたらって、いいいい言うとるでしょ、でわー言うてる時にね、身元でね、はいかーっつって、ただね、演技してたらね、お疲れ様でした明日何時って言う明日何したって言いますか、ね、プロへでもね、あのバーやってるでいいね、お前それ演技ちゃうんかってもし言われたらどうするんでしょうね、そんなん俺怖ってよう言わんけど、そんなんあんまり自信ないねん、いやいや俺のは分かるわ、そんなもん分かれへんがな、聞いたわけじゃないし、食いつきがちゃうもん、例えばね、あの猫とかでもね餌あげるでしょ、ほんとねガーッ食べてますけどね、ほんまにね白身魚のええとこやったら、うまんがんがんうまんがんがんって言うんですよ、ね、そらそうや、あれですもん、僕が今まで抱いてきた女はあうまんがんあうまんがん食いつきが違うもん、そんなもんお前別にお前だけやないやろ、ソファー飛び越えてくるもん街でお尻の谷間が痒くなった時、うん、周りの人に気づかれずに書く方法、または気づかれても恥ずかしくないお尻の書き方を教えてください、はい、ケツ書いときありますよ、毎日歩いててあるよな、あちゃんと拭けんかったらなんで書いんでしょうな、あれね、残っとんでしょ、残ってるからって書いんか、書いないか、え、ということはお前うんこパッてつけてここピッてつけたらこう書いなってるなるでしょう、そう、だからうんこは何や、かゆいんか、逆無比か逆無比かどうか知らんけどいやそんなん別にこうなんかごまかしてやってるじゃないですか、みんなこうそんなんやってへんよ誰も、一番いいのはあの鎖をまたいでやるんですよこうそれ恥ずかしないか、なんでですか、鎖こんなんなってるでしょ、沿道にこうなってる、だってあっちこっちそんなもんあれへんがな、探さなあかんやん、かいときまして女はこうやってでけへんがな、これなんでできるじゃないですか、鎖をというか恥ずかしくない方法を教えてください、じゃあ分かりました、教えましょう、うん、これはもうかなり荒行ですけどもまあ歩いてますわね、はい、どこ歩いてましょう、やっぱ人が多いところがいいでしょ、新宿、うん、うん、まあ新宿でもどこでも街中、新宿でケツが痒くなりました、うん、じゃあどっか路地を探してください、でこう路地にパッと入りましてね、でまあそこでこうちょ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 なんやなんやなんで開き直ってんの、はがきの質問に答えとるだけや別に思んなかったって言え路地入んねやったら誰でも囲え、いや言うてるやん別に思んなかった、なんで開き直ってんねん、別に答え全部思うな ブルースのジョー松本さんに質問です、はいはいはい、どうすれば松本さんのような哀愁のある歌声を出せるようになるんですか、うん、ブルースね、はい、ブルースってすごく難しいんですよやっぱり、あ、そうなんや、いろいろありますけど、いろいろあんねん、いやいや難しいもんはいろいろあるけども、ああブルースの女王はこうじゃないんですか、まあでもあの人がねああいうことになったから、ああいうことじゃない健在やん、健在ですけど今僕の手持ってね、うん、涙ながらに、うん、まあねえあとは任したとか言うたなんやあれええこと言うてたぞあれまあ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 、あんたやなみたいなことをね、あんたやったんやなそれボケとんねん違うや違うやん、その私のブルースをあのあーその、ね、提唱すんのは誰なんやろうと、 あの人なんやろかこの人なんやろか、多分あの人の中にいっぱいあったんですよ、はいはいはい、その結果ね、うん、そのあああんたやったんやな、あーなるほど、あんたやったんやなって2回2回言うた、2回言うた、うん、ブルースっていうのはね、うん、なぜ
そうだね、うまい下手じゃないんですよ、ブルースっていうのは。ほう、これが一つ言えることなんです、うん、でブルースっていうのはあの歌じゃないんです、普段からの感じなんですよ。普段からの感じだから、うん、何やろうな、ポットからお湯を注ぐ時にもあブルースやなって感じる時もあるし、あ犬見ててもあブルースやなって思う時あるじゃないですか。どういう状態や、どういう状況やねん。ブルースよ、ブルース、はいどうぞ。ブルースって何、どういうのがブルースなの。お前どういうのがブルースもわからんやつに俺は今までブルースのことを言ってたんか。違う、だからどういう、なんでああいう歌声を出せるようになるんですか言ってんねんか。あんたが歌声出したったらこれがブルースだってわかるわけでしょ。眠ってる。おい、何ブルースどんなブルース、もう何からがね全くわからないね。松本さんが立ち寄った店は必ず繁盛するという伝説がありますが、これ本当そうなんです、これ本当そうなんですよ。だってね、あの僕が入っ、例えば細かいことで言うと、あの全然人おれへんとこに僕が入って飯食ってたら気付いたらもう満席になってた。そんなことあるよな、ない、あるよ。うん、でももうすごいんですよ、もう君らとは全然違いますよ。君ら凡人はちょっと座ってたら席が埋まってたみたいなことでしょ。僕なんかはもう食べてたらもうすごいですもん、もう外にも並んでるし、さっきまで誰もおれへんかったのに満室で外にも並んでるし。満室ってどこで食ってんの。すごいことになって、俺あのバイトしたいいうやつもまた56人求人まで助けてんのかよ。パートのおばはんも我も我もみたいな。先日ぼったくりバーで思いっきりぼったくられてしまい、うん、大変悲しい思いをしています、うん、今後このようなことのないようにぼったくる店の見分け方を教えてください。だから店見て、あこれはダメやっていうのがあれば教えてください。まあ正直この僕のあの千里眼を用いてもですね店の門構えを見ただけでは分かりませんね。分からんのかい。門構えを見ただけではね、ただ中入ったら分かりますよ、それはもうすぐに。でもでも一回中入ってしまったら外出つけへんわ、あとか言うて、あのよくあるんですよ、あの携帯でね、携帯持ってる最近みんな、うん、でバーって変わってきて、あもしもし、もあれって言うて一回出ていくんですよ、うん、外に。なるほど。でもそのままも帰ってけえへん。あほなほな、中入っこの食い逃げが多いらしいですけどね。あそうなんや。な中入って どれをどう見たらいいわけ、ここヤバいっていうのは。じゃあチェックポイント、チェックポイント、チェックポイント、うん、まずカウンターに意味ありげなおばはんがトランプ占い、おれへん。お前何年前のやなんそんなもんおるわけない、興味よお前、意味ありげなおばはんがって。金払う時になって、そんなお金ないですよって言うと困りまんな。いやそのままやん。この話をしとんねん。それお前もうやられてるやん。その前に出ていくんちゃうんか。まあいろんなことなんで小声やねん。もうちょっとはって言えよ。いろんなそれはチェックポイントありますよ。そうでしょ、そんなもんいろいろあるんでしょ。あります。それ言うたげてっちゅう。はい言いましょう、マジで言いましょう。いやマジで、マブで。まず入った瞬間薄ぐらい。なるほど、はい、よう分かります、はい、これそれから、うん、あっとね、レジがない。おお、レジがない。みんな仲がいい。かまへんやん。楽しそうやん。なんやねん。なんやねんな。できるか。そんな言い方されたらできるか。いやいや、何俺どんな言い方したい。あんなこと言われてまでできるか。どんなことやねん。謝りますわ、言い方悪かったんやったら。も
もうええ、もう気分悪い、まだまだいっぱいあったのに。いやだから分かりますわ、まあ、そんな目で見られたら何にも言う気せえへん。どんな言い方しました？もうええ、そんな言いたくもない。もう会わなくなった女の子の電話番号をどうしても携帯のメモリーから消すことができません。まっちゃんがメモリーから消す判断基準は何ですか？女は優しくすると付き上がるんでね、うん、スパッと言ったった方がいいですね。スパッと、スパッと、どういうこと？スパッとっていうの、あんまりぐじゅぐじゅさしたらダメですね。何をやねん。スパッと行くのは君やろ？僕です。メモリー消す判断は どこなんですか？電話した時に、うん、もう現在使われておりませんになってた時に。お前それやられとるやないそれ逆、逆、泣きながら消すことにした。未練たらたらやん。じゃあほんならあなたはどこで捨てるんですか？関係ないだろ。めちゃめちゃ怖い。雷じじいや。ラーメン作らせたらうまいで。じゃあ真面目に言うと、うん、まあうーん2回ぐらいこっちが電話して1回も向こうからまだなかったら聞きますかね。本当かよ。まあ真面目な話、僕はねやっぱ追うより追われる側なんでね、どうしたって。かっこいい。僕はもうジェリー派ですからね。え？いや、その派に俺も入れるか。いや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 、君はトム派でしょ。あ、何のジェリーやと思ってた。ジェリー藤尾や。よく人通りの多い道に自転車を止めておくと、うん、戻ってきた時にカゴの中にゴミを入れられていることがあります。ありますね。そのゴミをわざわざ捨てに行くのも腹立たしいし、腹立たしい、ね、かといってそこに捨てていくのも気が引けます。はいはい、こういう時どうすれば一番気持ちよく人目にも美しく見えますか？まあいろんなパターンが考えられますね。はい、まず一つは、無視をする。無視言うたって。わが乗ってるチャリンコの前にゴミ入ってるんですよ。乗りツッコミでその場をしのぐっていうやり方もありますね。誰も見てないわ。もうそのまま乗ったままバー帰って、今日はようさんこうできた、そうそうこれもかって違うわってやる気パターンもありますよね。でもそれ持って帰ってるわな、ゴミ。でもそんなことはありえないわけじゃないですか。なんで直せなあかんねん。いやそりゃそうです。話ですよね。そりゃそうです。そう、ゴミどうしたらいいんだ。いいですか。はい、自分の自転車をもうゴミ箱扱いにされたわけですよ。そうですよ。これはひどい話ですね。そりゃそうですよ。自分のチャリンコですからね。山ほどゴミ入ってるんですよ。そうですそうです。そうですよ。そうですとも。ええこと言うてるよ。さあどうしよう。いや、いえいやね。いえいよ。俺お前背伸びたんちゃうか。そんなことはどうでもええから。おい、なんでやねん。ゴミをどうすんのやっちゅうねん。うん、うん、こうカゴのゴミを。そんな言い方すな。なんちゅう言い方すんねんお前は。すいません、優しい言えへん、もっと。カゴのゴミをこうどうするん、どうすんの。え、カゴのゴミをどうすんの。大阪弁で喋るな。これカゴのゴミこれ どうしたらいいんでしょうかね。カゴのゴミをね、じゃあ言いましょう。はい、もったいぶったけれども、はい、ああ松本やっぱり閉めるとこは閉めるなと。それ誰やねん。思わしたるやないか。もうほんまお願いします。ここま思わそうやないか。はい、もうここまで引っ張ったんやからな、うん、思わせるなら思わそうやないか。いや思わせやない。思わせれるのかと。ゴミどうしましょうこれ。人のゴミやけどね、これ人のゴミや。
これは人のゴミやで。誰やこれ、誰やねんと。なるわね、なるなる。ほんま芝居したろかと、芝居だろかと。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ、そうや、言うたらなあかん。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ、2回目やろ。もうええわ。今まで追われるかな。電話をかけるときや取るときに、うん、一番初めにもしもしと言いますが、うん、もしもしの意味を教えてください。いや、もうこれはそのままあのもしもしを何をしてるんですかのもしもしなんでしょうけども、実はねもしもしっていうのもぼちぼち変えたいなと思ってるんですよ。これね、うん、でも変えるの大変なことですね。これ変えんの、あのね、これからやっぱり宇宙時代じゃないですか。変えれたら画期的ですよ、宇宙にもっと目線を広げていかなあかんという意味も込めてね、僕はコスモスっていうことで。コスモス？コスモス？コスモス？語呂がええだけやん。いや、語呂が良くて何が悪いか。宇宙に目を向けて言うのもそんこじつけもええとこやがな、お前。コスモス言いたいから。でもちょっとお前そんなこと言いながら言いたいなと思ってるやろ。ちょっと面白いな。コスモス？コスモーす！コスモーす！確かにそれは言えてるんだ。ちょっと言いたいやろ。ああ、言いたいでしょ。あ、多分帰りの車で一人でコスモーす！コスモーす！こんばんは。昔マーライオンを買ったことのある松本さんに質問です。はい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 。僕もマーライオンを飼いたいのですが、どこのペットショップにも売っていないのです。はい、マーライオンのことを思うと夜も眠れません。はい、そこで松本さんに正しい捕まえ方と育て方を教えてください。はい、マーライオンは皆さんどこぐらいまで知ってますかね。マーライオンってだからどこやった？シンガポールでほら、そうそう、なんかライオンみたいな顔でこっち側がなんか魚みたいなやつでしょ。そうそうそう、そうです。あら、いないですもん。いやいや、いない言うたって現に飼ってたわけやからね。でそして2匹殺し死なしとるわけやからね、交通事故で。お前引きずって歩いてたの？手も足もないんやで、魚やから。もう殺してしまっとるわけやから、僕は買ってましたよ、それは絶対に。どこで購入されたんですか？まずペットショップには売ってない。シンガポールです。はいはい、シンガポール。まあ、僕が買い出した頃はまだこんなんでしたよ。あ、そうなん。だからもうチョロロ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 ロ。何それ、何それ。水やがな。いや、分かってるけど、いや、そんなボケはええかな。水がチョロロロロロって出てる感じでした。まだ子供でしたからね。うん、それ持って帰ってきはったんや。持って帰ってきましたね、うん、はいはいはい。もうだからあれ持って帰ってくるのが大変なんですよ、うん、やっぱりビニール袋とか何枚も重ねて持って帰ってけへんのったら、もうカバンとかビチョビチョになりますから。それ何ローション。違います。口から水が出とるわけですよ。いや、そのボケはええって。いや、ボケじゃなくてマーライオンっていうのは口から水がガーッ出るんですよ。そんなんええねん。実物の話をしてくれ。あ、いや、俺が聞きたいのは生きてたんやったら例えばどんな食うもん食うてたんやとか。ああ、いいですよ。いや、そういう話を聞きたいんだけど、ずっとあんたが水がガー水がガー言うから、そっちの話はまあそれはそうやろうけど、置いとくの、置いといて。何買ってたんやったら、買ってたなりに、うん、あるじゃないですか。何がある、どういうもん食べてたんやとか。あ、バナナとかですよ。ライオンでしょ。ライオンですよ。バナナでいいんですか。バナナとかも食べますわな。そうだ、なんか繋いでたん。もうなんかやる気なくなってるやん。片方もうやる気ないやん。片方ってどういうの。ダウンタウンの片方やる気ない。このハガキがまた腹立つの。いや、腹立てんけど、うん、ちょっと痛いかな。松本さんは最近可愛すぎます。わからん。もっとカッコ悪くなってください。可愛すぎる言ってますせ、うん、どうします。
もっとカッコ悪くなってくれ言ってますわ。僕もそう思うんですけどね。でもしょうがないじゃないですか。何がいいな。そのカッコよく可愛く思われてしまうのはね。あ、例えば今日のお客さんでも、うん、まあほとんどの客がね、うん、やっぱり僕が可愛いからこう来てるわけですよ。いやそりゃそうでしょ。だからそこが僕はねやっぱ困るんですよ、うん、でね、僕はもうずっとそうなんですよ。え、ずっともう可愛い可愛いで来てるわけですよ。あ、そうなんですか。もう小学校の時も担任の先生にいたずらされたりとか。もうずっとそうなんですよ。舐め回されたりとか。バイト行ったらもう店長にお尻触られたりとか。僕も無防備なんかも分からへんけどね。なんかだるいわ。だるいけどおもろいけどな。まあまあじゃあいいですよ。松本が可愛いぞっていう人いますかね。やっぱこれぐらいいるわけですよ。一人も手が挙げてないよ。あのな、ちょっとだけやけど落ち込んだわ。というかね、いや別にね、いいんですよ。ねえ松本さん、あの一人もおらん。いやいや、いいじゃないですか。いやいや、いいじゃないですか。それが現実なんだから。これね、小綺麗に生徒は言わんけど、はい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 、やっぱある程度人前に出るんやから、小汚い。あの、うん、ちゃんとしときゃ、あ、まっちゃんかっこええやんって思われんのに汚い。そうですかね、うん、もうあのやらんすぎる。確かにいつもスリッパですから。そうです。これには僕もビビってるんです。自分でビビってんのよ。でも自分で玄関で履いて出てくるんでしょ。うこの格好であのジャガーとか乗るでしょ、はい、やっぱ偉いもんでジャガーもビビってますから。ジャガーの前が見よるもん。いや、ええねんええねんって言うから、もう前向いといたらええかなって言うから。まあ確かに、ほなもうその前もビビらさんように、前もビビらさんちゃんとやった方がいいんちゃいますか。じゃあ、マーライオンの飼い方を。いやいやいや、もう飼える。あ、そうですか。どうも。失礼します。落ち込んでるやんか。一人ぐらい手上げだったらええ。こんなんと大変やねん。最近日本でもアメリカのように患者に頑固口をしようという傾向があります、うん、はいはいはい、はい、実際医者が患者さんを前にするとうまく言えないと思います、うん、患者のことを思いやり、え、傷つけないようにするにはどういうふうに告知すればいいのですか。なるほど、これは本当にとうとうこの番組もそこにの壁にぶつかりましたね。さっと喋れ。まあ書くなよ、ほんで。忙しいわ俺も、もう結局ね、やっぱりあの衝撃的なことですよね、うん、でもそれを言わないと、うん、一人間が一人間に対して言わないといけない。そうなんですよね、うん、ちょっと医者も見てるでしょうかな。そうですね、やっぱり言葉の下にね、のしよって。お前な、人が生きるか死ぬかや言うてんのに、あんたがんやのしって言うの。そう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 、僕は同じことは2回言わない。言うたよ。なるほど。嘘、冗談。そうでしょ、冗談やがな。OK。 いいですか、はい、やっぱりね、人間何が不安かというと、うん、なんか寂しさから来るんですよ、不安っていうのはね、うん、この寂しさを取り除いてやるんです、うん、ね、これは癌に関してだけじゃなく全てのことに関して言えるんですけども、うん、
言う前に何か相手に辛いことを言う、例えば脇がでも何でもいいです、うんうんうん、何でもいいです、相手に何か言う前に、うん、俺もそうやねんけどあ、それはいいかもわかりませんね、いいでしょ、うん、いいですかでも嘘丸出しやねん仮に嘘やと思ったとしても、はいはい、その優しさが嬉しいじゃないですか、なるほど、そうでしょ、はいはい、なんて優しい人やろ、こいつに怒ることはできない、はい、俺の脇がが悪いんだそう思うわね、そこに行き着くわけです、うん、だから医者もそうあるべきだと思うんですよ、なるほど、俺もそうやねんけど、あんたがんですよもしくは笑ってしまうんやけども、いやそれはあかんのよそれはあかんわ、俺はあかんわ、どんなことがございますか最近は、はあ、じゃあこれは何、どうなしたんですか、いやなんかできたんですよ、え、1個できてもう1個できて合体しやがってちょっと大きなってる、あ、それやばいね、自分もできてるやん、何がいいんだここに、あ、これね多分ね、あのあれやと思うんですよ、何、あのなんていうのかな、あのあれが溜まってるんですよ、性欲が、あ、そうなんですか、発散してないですからね最近、あ、そうなんや、ええ、うん、あの僕ねちょっとこんなことプライベートなことを言うのもなんなんですけど、うん、もうオナニーをやめようと思ったんですよ、うん、やっぱり江戸しこいてオナニーしてたらあかんなと思ってあのこの間オナニーと別れたんですそれでも大変なことやろ、やめるっていうのは、まあ泣いてたけどね向こうもかなり向こういやいやだ向こうっちゅうかオナニーの方も辛かったと思うけどね、もうやめようってこれっきりにしようやってオナニーには言ったんです、はい、でもオナニーもアタッシュケースに荷物詰めて、うん、ありがとうございましたありがとうございました、長い間ありがとうと、もう二度と恋はしないとかわけのわからんこと言うてお前やそれお前やもう洗濯物は置いていくわ言うて、ね、でもう出てきましたもうちょっと笑えおもろいどこへんやめれたほんで、何が、何日やめてんの、2日そんなもんやめたうち入ってへんがそんなもんやめてへんが、お前2日やめたらすごいで、ほなお前今まで1週間に何回超えてたやん、みんな1週間もないもん、1日に3回は超えてたから当たり前やがな、止まれへんがな、そんなもん何もでもこけるがな誰やん毎日やってたもん、やめてやめたんですよ今2日だった、じゃあっていうのはやっぱりね、あの例えるならば、はい、あのああいうものっていうのはある種リハーサルですよね、でやっぱ稽古をやりすぎるとね本番うまいこといかない、どういうことそれだから稽古にあんまり時間をかけすぎると、はい、本番の時にテンションが上がらないんですよ、わかります、違うやん本番と稽古は、またはいや違うんやけども、うん、なんかもっとこう敏感にさしときたいわけですよ、それをもう、それはな、お前がやりすぎやからやって、毎日毎日一日おきぐらいにしとかんと、それやったらお前はどんなもんやねん、まあでも俺もまあまあ君と変わらんかななんでしゃぶれてんねんいや、あのね、中学生ぐらいの時は、はい、そんな30過ぎてね、そんなんやってると思えへんかった、そんなん思えへん、絶対そんなんやってんよ、大人はやれへんもんやと思ってたやろ今34ですよ、全然やってしまうんですよびっくりするよな、バリバリやからね、バリバリや、ということは俺が小学校ぐらいの時まだ俺の親父もまだやってたんや、多分なやってた、考えたらな、そりゃそうやから、うん、でもうやめよう思って、そのそういうのはあかんなと思ってるんですよあ、そうなの、うん、もうビデオ屋も行ってないねんだこの2日は、うん、まあそうですね、どっちなん行ってんの行ってないのどっちなん、うん、まあほんま昨日やってんねんやってんねんやんけ、なんで嘘つくねんなんかちょっとかっこいいかなって、かっこよってあるかい、そんなのなんか腹立ってきたなんでそんな嘘つかれなあかんねん笑ってるでよなんで嘘つかれなあかんねん
違うんです。あ、もうこんな話いつまでもしてもしょうがないんやけど、はいはい、ちょっと一つだけ言わせてください、はいはい、僕ね、無声ってしたことないんですよ。なるほど。で、一回ぐらいしてみたいんですよ、うん、で今までなんでせえへんかったんかっていうと、うん、多分そんなに食べたことがなかったからなんですよ、ね、出しすぎ。で一回ぐらい無声をしてみたいじゃないですか。なるほど。それでまあちょっとチャレンジしてみようかなっていうのは正直あります。でもまあお前はもうほんまやめなあかんでしょ。なんでやもん。だから子供もおるし関係あれへんやん。別に目の前でやってるわけちゃうけど目の前でやったらそれは子供もびっくりするから。お母さん、お父さんが早く、ね、こんな話膨らましてもしょうがない。動物が人間に危険を知らせてくれることはよくあります、はいはいはい、ウサギが騒ぐと地震が起きたり、鳥が騒ぐと火事が起こったり、うん、その他の災害を教えてくれる動物たちの行動を教えてください。そうですね、何がいいでしょうかね。何でもいいですけどね。まあ言ったらそれにうろうろしてる犬とかでもあるんですか。あ、犬でもありますね。あ、そうなんですか。うん、例えば犬がどういうことしたら。あ、ああいうのもあるじゃないですか。猫が顔を洗う。犬はや犬は何よって。いや犬の話をしてるんで。犬あるんですか。犬あるよ。じゃえ、犬ある言うとるかな。はい、うん、それちょっと教えてください。まあ簡単に言うとね、うん、何も浮かべへん。浮かべへんけど、もう、うん、もうパニックにもならん。20連続や。もう横になりたいぐらい。おもろ今のおもろ。でも、はい、こんなこと言ってたって松本なんや逃げんのかよと。ああ、それは言われる。僕はね、人に背を向けるのが一番嫌い。それはあかん。だからそんな逃げ方はもうこれで逃げへん。これで最後にしたいと思う。え、これで最後。今回だけは最後。今回だけは逃げさせて思いっきり背向けて逃げさせて。松本さんが石原軍団だった頃、うんうん、一度だけ舘ひろしとやり合ったことがあるそうですが、原因は一体何だったんですか。ねえ、これはまあ、舘側の言い分もあるでしょう。やがしゃ。何が原因やったんですか。あのね、僕はちょっと意見をしたんですよ。うん、うん、あの CM を見てね、うん、舘ひろしっていうのはどうなの。最近ですやん。あれはええんかと。なるほど。本人、まあ、本人にちょっと言うたんですよ、うん、あ、っていうか峰に伝えといてって言ったんですよ、うん、龍太に、うん、だから峰がなんかちょっとおかしい伝え方したみたいで。あ、そうなんや。でも僕今日事務所まあ1週間に3回顔出しますから。めっちゃ暇やん。そこにタチとこうバッタリ会って。ああ、なるほど。タチはちょうどなんや、あれあれ、あの給料取りに来てた時で。手渡しかい。タチがこう数えてた時やったら来る。あ、そう、領収書のなんかあんなんもあったらしいし、うん、なんかそんなんで、うん、バッタリ。ほんで、ほんでどうしたの。パッと追ってバッて追った時に、あ、タチかと思って、うん、でタチがあんまり俺のことをええように思ってないっていうのを僕もまあ分かってたんですけども、うんうん、まあまあここは大人やしね、うん、無視しようと思って、うん、おばーっと、社長のところにこう歩いて行ったら、うん、タチがこうやって足引っ掛けてきて。番長や。番長や。ね、何クソーいうことで。別に大したことされてへんよ。うん、まあいうことで、あとはもう殴り合いの喧嘩でしたね。あ、そう、うん、最後はあれ泣いてたんちゃうかな。向こう泣いてた。ほとんどほとんど泣いてた。どういうこと。ほとんど泣いてた。半べそ書いてたからね。でまあ吉住が止めに来て。吉住、石原吉住。石原吉住。石原軍団なの。石原軍団ですよね。多分石原プロじゃないような気がするんですけどね。あ、でもたまたま来てたんですよ、ね。はいはい、仕事くれみたいなことで。松
本さんがかつてトークの新しいオープニング曲を作り大好評でした。そんなあったか。ありましたよ。何言ってるんですか。めちゃめちゃあったじゃないですか。そろそろ新しいトークのオープニング曲を作ってください。前のやつどんなの。いやんバカンそこはそこなのよ。あ曲やあれへんかな。そんな曲やないやな。いやんそこそこはダメなのよ。あああ出にくいわこれ。終わったかな。これも何回聞いても酒が運ぶよね。酒が運ぶね。酒が進むとか言うよね。うん、そろそろ新しいの作ってくれ。新しいの作りますか。まあ今年これ最後ですから。はい。来年の時に、うん、もういきなりじゃあ新曲でいきますか。ここであなたもう作ってしまえばもう録音されますから、うん、もうすぐですよ。オッケーオッケー大丈夫ですか。俺そんなん好き。僕はねその簡単な感じが好き。そうでしょ、うん、準備がいいんであればもう気を出しますけど大丈夫ですか。ああ分かりました。いいですよ。行きましょう。新しいオープニング曲。はいはいはい。みんな静かにしてくださいね。これ何回か使いますこれ。これ録音ですからね。はい、うん、じゃあしゃべったらええやんか。入るからしゃべれへんじゃん。今やってないよな。だから5、4、3、はい、やってくれんか。あ、オッケー。決め、パッて決め。俺をパッてさしてくれたらすぐ行く。あ、オッケー、わかりました。ちょっと向こうの海外洋楽風で、いきますね。うんうん、はい、5秒前4、3、いい。ブセシボン抹茶抹茶セシボン。おい、これ下げて。え、なに。いや、オープニング曲お願いします。今のええやんけ。なんやセシボンなんか大阪で聞いたことあるような。夜中にやってる宣伝やで、それお願いしますわ。まずこっち向きやしないと。あ、うん、わかりました。ちょっと変えましょう。そりゃそうです。今の違うな。そうなのね、うん、いいですか。はい、5秒前4、3、2。バカチコバカチコこっちは笑うよ。笑うとあがるって。何もあいきますね。はい、5、4、3、2。バカチコバカチコハマちゃんバカチコまっちゃんそんなにバカチコ逆バカチコ逆バカチコまっちゃん逆バカチコメバチク、そんメバチク、メバチク、逆バカチク、メッツナガチク、ノットバーバカチク、メッツバカチク、ハンバカチク、それ国家？今の国家まで OK。ちょっとほんならこれで一回出てみようか。バカチクバカチクハムちゃんバカチクまっちゃんそんなにバカチク逆バカチク逆バカチク出られへん。まっちゃん逆バカチクメバチクそんメバチク
バチク逆バカチクメッツナガチクノットバンバカチクメッツバカチクハンバカチクこっかちょっとね、乗られへん。もう俺もう今無理からやった。違う違う違う。バン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 なんかあるじゃないですか、その前の曲が。出すとこ出したらお前これすごいことやで。はっきり言いますけど、奥田民生が今悔しがってますよ。ああ、これがあったかと。新しいジャンルやないか。恋した男と女が親に反対されて、それでも私たちは一緒になるって、うん、か、あの何駆け落ちするっていうイメージの歌なんです。その中にそのまっちゃんバカチコになる。え、まあ、関係あるのかな。いやいや、まっちゃんも応援してよ私たちの恋を、ね、花ちゃんもこう応援してよ私たちの恋を、ね、でバカチコって出てくる。親父がノットバカチコ。最近来る弟子にしてくださいみたいな来へんよな。いや、まあ、来ないですけど、まあ時期的にはもうちょっとしてからですよ。ああそうか、うん、ちょっと春先のふわーっとしてるね。でも不思議でしょうがないねんけど、弟子がついたら初めて師匠って呼ばれるの。まあでもまあそら自分の弟子やから師匠って言うわね。まあまあ師匠って言うわね、うん、ほんなら周りもどん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 師匠って言うてくんの。うん、そうなんちゃうの。例えばさんまさんとか鶴瓶さんとかちょっと前ぐらいから師匠って言われるようになったでしょ。 あれは 何を機になっていくの。俺はいつになったら師匠になれるの。そんなこと俺に訴えるなよお前。だってもう十何年やってる。17年です。17年やってるんですよ。ねえ、もうもちろん師匠って言われてもいいでしょ。お前が俺を師匠って呼べへんから。なんでやん。もっと師匠ねとか、いやこの間ね師匠がねって言わんといかんわ。なんでやねん。師匠いうのもちょっと照れくさいけど、大将とかみたいなさ、愛称みたいな、愛称みたいな。僕革ジャン反抗期って言われてみたいんですけど。長い長い長い。師匠っていうのはいいけど、革ジャン反抗期長い。じゃあヒョウ柄って言われてみたいな。オッケー、うん、あ、じゃあヒョウ柄で。いつになったら。でも残ってないしね、師匠、あの大将や殿やなんや言うてるから。あ、まあまあないでしょ。ないね。ないんですよ。ええやん別にそんな。キャンタマ大名人って言う。長いキャンタマ大名人。ダメですかね。だからまあ自然と言われるようになるでしょ。なるんかな、うん。でも俺がもし言われるなって、お前言われへんかったら気悪いやろ。それはな、お前が師匠言われてんのに俺まっちゃん言われてたら腹立つね。でコンビーフやから言う時には一緒に師匠って言うてもらわなあかんけど、師匠って言われたら二人ともおるって言うても気持ち悪いじゃないですかね。はー師匠、まー師匠ってねえ、わかりやすい。もう来年ぐらいからそうしてくださいね。頑張っとんねやから、こっちいつまでもまっちゃん浜ちゃんで笑ってられへんで。芸能界のお悩み相談師として数々の芸能人の悩みを解決してきた松本さんに質問です。はいはいはい。アパートに一人暮らしなのですが、たまに隣に住んでいる人がステレオなどを大きな音でかけてしまっています。アホやなこいつ。ちょっとね、字も読みにくいんですよ。ほんまね、ガキに送ってくるハガキね、ほんま青多いよ。先週やったかな、見たらいきなりド頭から平田さん、お前の三髄抜けてんねん。平田さんはスーッと、平田さんはいきなりやから。読みにくいんですが、まあ、とりあえず一人でアパート住んでて、うん、で隣に住んでる人がステレオで大きい音をかけて困ってると。あーはーはー。で何か隣の人に、不快感を与えず音量を下げさせる合図みたいなものがあれば教えてください。
からあんまり傷つけずに、うん、相手を気持ちよくさしつつも、うん、音量を下げさすということをやっぱ考えるべきですよね、うん、そりゃそうです。それはみんな個々に考えたらいい。いやいや違うわ。お前に聞いとった。教えたれよ。どういう風にやったらいい。お前ならどうすんの。お前ら、俺は行くよ。平田さんは平田は行くよ。俺は行くよ。もう我慢でけへんもん。言うてもやね、ガンガンステレオやってるんですよ。そうや。その時点でまともな人間じゃないですよ多分。でも人間、人をなんか全然知らん人が夜に来られるのも怖いんですよ。誰やってなもんやろ。でもパッと開けた時、あ、平田やって思ったら、あ、浜田やって思ったらもう全然もう全然怖くないですよ。お前今当たり前のように平田いたな。それはどうしたらええねんちゅう話。やっぱり優しく尋ねていってやるのが一番いいんですよね。ピンポン訪ねていってガチャッとこう開いた時にもう優しい口調でデビューしなさいと、うん、歌ってるわけちゃう。聞いてるだけやがな、やかましいの。だからおもろいけど。まあヘトンしたらいい話なんですけどね。いやいや、まあそうやけどさ、うん、でも俺知ってるやつで、あのヘッドホンで聞きながらオナニーしてて、うん、おかんとっくに入ってきてたんで全然わからんかった。もうおかんもうパンツ5枚ぐらい畳んでた。息子の部屋で畳まんでもええやん。ちょっと出て行ったれよ。ボルドーのシャトーで引っ張りだこという松本さんに質問です、はい、ワインを一口飲んでその銘柄や産地まで当ててしまう人がいますが、ああ最近ね、そんなん流行ってますからね、うん、お酒の飲めない人が対抗するには何を判別できたらかっこいいんでしょうか。あのね、僕ね、これは一回そうそう、ガキのオープニングでもやろうかなと思ったんですけどね、ああ僕聞き酒、うん、聞き酒とか聞きワインは用意しませんけども、うん、絶対自信あるのは聞きインスタントラーメン。ああ、袋麺。ああそう、うん、一回やりますか。いや、いいっすよ。全部いけますよ。俺札幌一番しか当てられへんわ多分。うそ。でも最近食うてへんやろ。最近出たややこしい麺屋佐吉とか言われてる。言えてるやん。行こう。ややこしいことあれへん。あれは言われても分かんないですよ。ちょっとやっぱり前の名前のっていうか、もうずーっと何年もあるやつね。あ、そう。ええ、いやまあそれはええねんけども。はいはいはい、いや、お酒の飲めない人が対抗する、なんやろな、水。ああ、水。水分かりますよ。うん、それ合ってた方がかっこいい。ただこれは六甲の美味しい水とか、うん、そんなんじゃなくて、うん、友達の家の水バーッと飲んだ時に、うわこれわざとこや。うん、わかるけど。どうでしょう。だってほらほら、中学の時ジャージの匂いも嗅ぎ分けて、これ誰のんやって。やってたよ。青みたいなことやってたな。あ、松本はい。あ、ま、あ、これ俺やとか。そういうのありますから。友達の家の水道の水なら大体わかりますけど、ね、それぐらいですよね。まあでもさっきのラーメンもそうかもわからんね。ラーメンそうですよ。うん、うん、じゃあそのラーメン、ほんだら一回やってみましょう。ラーメンやりましょうかね。いつやろう。そうね、明日でも。いや個人的に違うがな。オープニングでやな。明日ってどっちの家でやねん。昨日や、うん、びっくりした。腹立つよ、びっくりしたんや、うん、あのね、キムと二人で車乗ってたんですよ、うん、でバーってこう走ったらね、うん、ウインカー出して入ろうとまではいかんねんけど、うん、まあできたら入りたいなぐらいの感じのやつがいたんですよ、うん、ベンツですよ、うん、でもどこまでも入れれるもうタイミングじゃなかったんで、うん、入れなかったんですけどね、うん、ほなもう信号赤ですから、パッと真横に止まった形になったんですよ、うん、何だかパッと見るじゃないですか、うん、ほなね、若い女なんですよ、うん、あれちょっと行けんじゃんとか言ってたんで、ふい、うん、ーって窓を開けてあったんですよ、僕。いやらしい。それは何、まっちゃんやで。そんなんじゃないんですよ、ほんまに、うん、ほんならね、向こうもね、ウィーンと開けたんですよ、うん、ね、はい、まあこっちにしたら正直、うん、恋の始まり。ウィーンと開けたらびっくりすることを、予想外のことを言われたんですよ、うん、何見てるんですか。
自分漫画やったらバラ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 。いや俺ね、女にそんなこと言われたことないから。お前まっちゃんやで。何見てるんですか。いやこれね、誰にメンチ切ってんねんみたいなノリじゃないですか、それって。さっきからお前誰にガン垂れてんねんみたいな話ですよ。はいはいはい、もうびっくりしたんですよ。はい、キムが何も見てへんがなって言うたら、向こうはもう笑いながら、うん、ずっと見てたじゃないですか。めっちゃおもろいやん。いるやろお前も。せやけど、絶対嘘やん。もう横に女乗せてても絶対見てまうもん。ごっつ腹立つのがもうね、こううわ良さそうやな思ったら、ちょうどね電柱で最後まで見えんとか。どんなタイミングやねんっていう。あるある。やっぱ見とんねんやそれなんて言ってんの。やっぱり見とんねんやない。あ、やっぱり見とんねん。いまだに父親と一緒にお風呂に入るという松本さん、なんか付け足さなあかんのか。浜田さんのお父さん健五郎についてもっと詳しく教えてください。またまっちゃんは健五郎と何か思い出はありますか。あるかそんなもん。あー、いやあやないか。僕はね、東大元暮らしっていうのはこのことかなと思うんですね、はい、で、あなたは健五郎の息子であるがゆえに、はいはい、逆に健五郎の素顔を知らないってことがあると思うんですね。で、意外と僕ぐらいの方が健五郎のいろんなことをやっぱ知ってますね。例えばどういうことですか。3年ぐらい前に再会したんですよ。ちょうど健五郎が親父狩りをされてたんですよ。面白い。今頃親父狩りされてた。やめてくれんかね、ま、やめてくれんかね。お前それ偶然見たやん。そんなあんたのやつに、あれもう40人ぐらいに囲まれて。何してんの。何したら40人に囲まれる。こっちでガーン蹴られ、こっちでガーン蹴られって言ったから、おいおいおい待て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 言うて、もう何もう泥だらけですよ。誰がそのおっさんは。おっさんで健康だよ。後で健康で。ああ、そうかそうかそうか。泥だらけでもう靴ももうこんなんなってる。何されたらこんなんなお前らこんなこと、お前ら靴もボロボロなっとるやないかいって聞いたら、最初からそうやったって言う。ねえ、パタパタ言わしながら大阪から来よったんかこれ。お前告訴するよ。ほいまあまあ待て待て言うてね、大丈夫ですか言うて、でも家連れて帰って風呂入れて4回洗ったかな。ほんで泊まってください言うて止めて、朝起きたら折れへん、財布はあれへん。じゃ待て。返すわ。あれね、あ、ほんまに、うん、4500。ちょ待て。お前財布なくなったみたいなやつ。あと車もなくなってましたから。駐車場にうんこしたあったもん。多分あれはもらうでってことやと思う。ケンゴロの存在をそこに残したかった。ベランダにね、はい、まあまあマンションですけどね、うん、僕の家のベランダにね、うん、毎晩、うん、最近、うん、猫がね、来るんです。それで黒猫なんですけどね、はいはいはい、もう立派な大人なんです。黒猫なんや。黒猫がね、はいはいはい、家の方にこう、まあ、来るわけですよ、はいはい、でまあその相手見るんでしょう黒猫も、はい、でね、僕餌をやるんですけどね、うん、そのまあ餌あげても猫飼ってるわけじゃないんで、うん、あの鰹節とかありものだけをねこう、うん、まああげるわけなんですよ。一人暮らしで鰹節あるよ。まあまあいろいろ出しとらなあかんからね。そんなこった料理作れへんやろ。でそれかわいそうなことにその黒猫の前足がね、うん、ちょっと怪我してるんですよ、はいはいはい、でもうまあその言うても猫っていうのはなんていうんですかね、人間っていうのは少しこう臆病になってますわな、はいはい、その足怪我したらもうどっか人間にやられたんかもわからん。
あんまさ分かれへんけどね。ねえ、だからこう1メートルぐらいからこっち来ないんですね。はいはいはい。でまあこう餌でこうちょっとでも近づけようとするんですけど、やっぱりこう怖がってるんです。なるほど。笑いながら話しかけたりもするんですけど、やっぱり猫なんか怖がってる。なるほど。なんとか早くこう捕まえてね、あの病院に連れて行ってやりたいなってすごく思っててね。終わりかい。なんやねん。いやいや、これを言うとね、なんかすごくいい人ぶってるみたいになっちゃう。さっさと言えよ、そんな長いこと長いことわけわからんこと。僕は結局何が言いたかったかというと、松本ね、そういうとこあるぞっていうのを家帰ってみんなに言うて。やらしいね。やらしいね。それはまだ言わんでええや、今ここで。だから今日皆さん家帰って友達とか電話して、まっちゃんと浜ちゃんどっちが優しいと思うってまず聞いて、というのはっていうことから今あったような話をしたらええ、したらええ、もうしたらええ。あれ猫殺したった。そうですよね、なんか動物いっぱい殺した。いや殺してない。日本で今一番モテる男は誰ですか。ああ、まあまあいろんな人の意見がねあると思うんですよね。で誰やと思いますか。まあ今は、うん、まあ、代表的なのが反町ですか。はい、反町、うん、はいはいはい。あと誰や、うん、あの一緒にドラマ出てた誰やねん。いや反町と何や出ててん。ああ、竹野内。竹野内、はいはいはい。ほんで、他誰がおんねん。あと誰。ん、何やキムタ。木村拓哉。やっぱそれやと思いますか、うん、そんなとこでしょう。それはね、大きな間違いなんですよ。あ、そうですか。いいことを教えてあげましょうか、はい、例えば抱かれたいとかあるじゃないですか、うん、はいはい。ああいうデータのちょっとした、うん、あのミスというか謎があるわけです。なるほど。僕はそこを完全に見つけてしまいましたね。おう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 。例えば木村拓哉を好きやという人が一番多いというのと、うん、一番モテるっていうのはこれ別なんですね、うんうん、なるほど。木村拓哉が一番好きやっていう人が一番多いだけのことなんですよね、うん、でもそれはでもモテてるっていうことにはならない。ならないんですよ。木村拓哉が嫌いやっていう人もそれに、まあ、反してやっぱいるわけなんですよね。でもそれは分かりますけど、ということは、うん、結構ね10位ぐらいが一番モテるんですよ。好きやっていうこと自体はもうモテてるっていうことじゃないのかなっていう。違うんですよ。まんべんなく愛されてるのが一番モテてるわけなんですよ、うん、ああそうなの。でも一番を狙わなくても、うん、この人のこと嫌いやっていう人がどんだけ少ないかなんですよ。いやいや、まあまあそれも分かんねんけどね、ただ単純にでもこうやって、活字で見るとみんなはやっぱり1位になってるってことは、うん、これモテてるっていうかね、そういうことになるじゃないですか。一番好きなんやから、うん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 、なるほど。っていう評価にはなってしまうじゃないですか。誰も10位が一番モテるとは誰も思わない。はい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 、うん、じゃあ、俺の負けやね。完全にやられた。あ、もう完璧にやられてんだよ。全くその通りだよ。いや、でもね、そうかな。でもこうやって見るとそう思ってしまうでしょ、普通は。そんなにモテんやろか。そら言うたって、そら街歩いて歩いててもうわーって寄っていくんやから、みんな、うん、言うやろな。絶対言うって。いや、お前ら今そうやって言うてるだけやって、実物出てきたら言うって。うん、それは俺もそう思う。芸能人テレビで見てんのと実物とも全然違うし、うん、桂小金治でもそこそこかっこいいよ。テレビで見てるよりは、いやいや、テレビで見てるよ。いやいやいや、テレビで見てるよりは意外と顔ちっちゃいとかあるんだ。でもそれは顔ちっちゃいだけでかっこええとは思えへん。テレビで見てるよりは。いや違うわ。いや、これはどうでもええねんけど、いやそれはちょっとあるんですよ、やっぱり。そうでしょ。それは絶対ありますね。ダウンタウンを今日初めて見た、今日初めて見たっていう人ね、こんだけいるわけですよ。まあ、そりゃそうでしょ。なんだかんだ言いながら今までテレビで見てて、今初めて生で見とるわけですよ。生で見たこと、どっかなのよこれ。ね、もう彼なんてポーとなってる。彼かい。何でお前男しか見んの。もうすごいことになってる。バックバックしてる。いや、いや、ほんまにどっちかわからんぐらい。そういう意味ね、うん、だからやっぱり生っていうのは
まあ、分からへんかな。それと、はい、あれなんですよね。何ですか。意外と嫌なやつやって思ってる印象のやつが、うん、普段パッと会った時に優しかったりしたらコロッと、ああそれは変わる、変わるでしょ。俺なんかイメージ悪いやんか、うん、なんかね、喫茶店行っても早う旋回こらーとか言いそうでしょ。ところが俺なんかこうファッと行ったらどうもありがとうねってそんなやっぱウエイトレスエプロン取るもん取って何すんの。え、何のためそっから先はあれやないかでもね、なんかね、会う子10人中ほとんど10人かな、まっちゃん普段より優しいねみたいなこと言うな。あれでっかい独り言やな。お世辞を言うことが得意だという松本さんに質問です。まあね次の場合のお世辞の言い方を教えてください。はい。友達が髪を切ってきてあまり似合っていないとき、こんな別にお世辞なんか言うことあるか。あのね、僕腹立つのが飛行機乗っててスチュアーデスが着く頃にね、うん、ぜひこの皆様とまたお会いすることを心より。絶対嘘やん、知らんねんもんみんなのこと何にも。今度会った時にああの時のって言えへんやん。ああいうのはね、全然ね、礼儀としてなってないわけですよ。逆に失礼なんですよね。あ、そうですか。ええ、失礼言って言われた俺ら別に何も思えへんがな。例えばお前に、うん、あ、自分男前やなって言うと失礼でしょ。いや全然失礼ちゃうやん。お、そんなやっぱりって感じやん。そんなわけないやん。どう考えたってやっぱりいいやんか。男前ですねって言うたって失礼なんですよ。なんでやねん、舐めてんかっていう話じゃないですか。そんな感じは思えへんけどね。だから相手の悪い部分をもう言うてやるんです、うん、なるほど。それなんですか。髪切ってきてね、うん、似合ってない時はあるじゃないですか。はい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 、はいはい、そういう時はどういう言い方したったらええの、うん、っていう。まずね、その髪型おかしいよ、うん、でも、うん、そんなお前が、うん、俺はもう好きだってそれは何のフォローやねん。それ全然フォローなってへんわ。何ですか。ダメですかね。友達の家が狭くて汚い。ああ、お前の家狭くて汚いぞ。何だよ俺。言うてやんねん。臭い家住みやがってボケ。臭いって言うとあかんがって。なんだこの家は。うん、だけど、うん、こんなお前好きだ。友達のお父さんとお母さんが仲が悪いのが見え見えの。お前とこの親とおかんは仲が悪いの見え見えじゃん。ほら、ぶっ最悪な顔しやがって。だけど、なお前好きだ。やらしゃ。全国の少年少女を更生させるため休日はもっぱらパトロールで大忙しだという松本さんに質問です。ありがとうございます。万が一街で親父狩りに遭ってしまった場合どう対処すればいいんですか。これはね、まあ俺はともかくお前はぼちぼち考えとかない。もうお前も親父ですからね、完全に。なんでの、俺の違いはないわな。別に違いはあるがな。お前ダブってるやんけ。ダブってる。学年は一緒やったで、一応。ダブってるか、お前。5つダブってるやん。なんでやん。5つもダブってたら、お前、わしいくつやねん。もうぼちぼち40や。もうそれはもう親父ですもん。アホか、ダブってないって。考えた方がいいですよ。そのうち親父狩りがありますから、ね。でもあんなもん防ぎようないやん。これどうしたらいいんですか。親父狩り。うん。じゃあ、まあ今日もいい話、こぼれ話しましょう。いや、こぼれ話はええねん。本題に入れや。こぼれ話はええからよ。いいですよ、はいはい、親父。いや、そう、親父見てる人もいますか。親父がまあ渋谷でもどこでもまあ歩いてますから、はいはいはい、だから若者がバッとこう囲むわけですよ、はい、何人ぐらいですか。まあまあ、じゃあ10人としましょう。おね、わっと若者に囲まれた、うん、この時なんですけども、うん、
10人も若者がいたら、うん、絶対おっさん臭いやつが1人はいるわけです。なるほど。それはね、その年に見えへん人もいますよ。そうでしょ、うん、絶対いるわけですよ。同級生に見えへんのがそうそうそう、うん、そうでしょ、うん、そういうやつをまず探すんですよ、うん、なんだお前ら、うん、言いながら、うん、なんだお前らって探しながら、来るな来いとか言いながら、うん、その中で一番おっさん臭いやつを探して、お父さんあのデビッド・カッパーフィールド見に行ってきました。あのマジックのマジックの、はあはあ、すごかった、すごかった。これはどこまで僕は言っていいもんなのかわからないですけどね。まあとにかく言えることは、よう消えてたわいやこれよう消えるなこれ思ってね。いやそれはあいつの売りやんかいやいや、まあ、いきなりあの何もないところからバーン出てきましたから、これまた消えては、また出てきて、また消えて言って、忙しい男、忙しい男ですよデビッドさん、まだ旦那さん消えてはるで言われるただあの何個か僕は種を見えてしまいましたけどね。種を見えたというか僕の考えですけど。どっちやねんな、見えてへんねやろ。いや、まあ、今から喋んのはお前の考えやろ見えてないんですけどね。熱いでそれ、うん、何どういうこと。いやあのね、なんで消えるかはこれは分からないですよ、はい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 、これは僕も分からない、うん、でも一回ふわっと消えた時に、うん、客席の真ん中ぐらいにバーン現れたんですよ。消えてすぐですよ。それすごいな。これはすごいんですけど、うん、これはもう見破りました。なんであいつはね、双子ですよ間違いないです。いやこれは笑うところじゃないんですよ。これは笑うところじゃないんですよ。これは笑うところじゃないんですよ。双子なんですよ、間違いないですよ。すぐ言うのが僕を逆に分からしましたよね。え、アホ違うやん。すぐに出るということで逆にすごいやろうって言いたいがために、ここ早せなあかんねん言うてるんですよあいつら打ち合わせでね。早した方がびっくりするから、早した方がええねん言うてるんですよ。でも早してしまったために双子ということが僕にバレてしまったんですよ。もうちょっと時間があれば、あ、もしかしたらなんかトリックがあるのかと思うんですけど、あんなことありえないですよ。布をふわってて、ふわって消えたらふわっとあっちに行くんですよ。もう絶対デビッド・デッパーフィールドですよ。え、それはどういうこと。弟ですよ。あ、弟はデッパーフィールド。デッパーフィールド、あ、これは僕がつけた名前ですけど。あ、定かではないあとあの飛び降るんですよ、わーっとふわーっと綺麗に飛び降る。それはピアノ線かなんかでやっとんのやろ。僕はまずそれで間違いないと思うんですよだってないじゃないですか、うん、方法が。で山崎も一緒に行ったんですよ、うんうん、あいつやっぱアホですよ俺ね最初冗談で言うてる思って、うん、僕分かりました、うん、あの宙吊り、うん、どうなってんのか、うんうん、どうなってんねんって言ったら、うんうん、なんて言ったと思う。磁石ですどこにつこうとしてるわけあいつな、やっぱ頭おかしいやろ。磁石でちょうどええ感じに飛ぶか人間一人を持ち上げる磁石ならカッパーフィールド天井にガーンあの鉄のなんか下に突っ込んでる言うんですよ。なるほどなるほど。でごっついでっかい磁石が上にあるんですよ。そんなカッパーフィールドガーンなって、こんな照明とかもみんなぶきますよこのカッパーフィールドガーン照らされてもう汗ダクダクですわもう。まあ汗はええねんけど、助けて言いますよ。で前の客のカバンとか財布とかもバンバン飛んでいますよ。そうでしょ。マイク下のカバーもパカーンって開いたままですよ。古い古い。昔来た時なんか建物消せんかった。あいつあいつ前も来てたん。前も来ててん。銃の女神やったっけ。消したよな。お前誰や今日来てくれた全然知らんがん接点あるんスーツ着てるしあーそうなの。いや前もなんか向こうでやったかあれは。いや自由の女神かなんか知らんけど消しとったんですよあいつ。それはほんまかおー言ってた外人そんなもんやないってほんまに消えたらでもみんな知ってんやろあのおっさんがそれぐらいのすごいっていうのは一応ほら。いや俺ねもうねこれもねどこまで言うたらいいか分からへんけどね、うん、どうもね桜臭いのは桜臭かったんですよ自分以外全員桜やったんじゃん。いやほんま俺以外全員もそうなんちゃうかな思ってね。今日は松本清かな、ね、タイミング良すぎるんですよ。終わった後もスタンディングオーベーションですよオベーションですよ
なんかみんな、うわあ、それもなんか示し合わせたように周り俺全部立っちゃうんですよ。しゃあない、俺も立ってる、こうやってやったんかいな、なんかちょっとちゃうんちゃうかな、もう別にええやん。でもね、うん、一個はちょっとびっくりした。あ、そう。うん、最初に渡されるんですよ、紙を。うん、で、切り取り線についてて8枚の紙に切るんですよ、うん、カードになるんですよ、これぐらいの。なるほど。8枚の。なるほど。そのうちの1枚だけが月の絵が描いてるんですよ、うん、あと全部真っ白なんですよ、うん、ほんでね、みんなそれ出せ言ってね、うん、で、あの、こう扇状にして自分の好きなところに入れろ、うん、で、なんや、いろいろ言うんですよ、うん、半分に分けて裏にして、うん、もっぺん混ぜて、なんや、すっげー言って、うんうんうん、ほんでね、全員のね、当てよう当てるってどういうこと？1枚目、じゃあ皆さん見ないでその一番上取ってくれ、うんうんうん、それは違いますね、2枚目それも違います、うん、3枚目これが月の絵です、うん、だからみんなうわー言うて、そこはもう3000人がうわーそれもだからお前騙されてんちゃん。でも みんな桜でうわー言ったから、なんか自分も当たった気になってうわー。いや今だとかもみんななってんねんて。ああそう、山崎はなってなかったんですよ。山崎もお前どっかで道間違おうたんやって。そうですかねって、あアホやから自分当たってへんのにカッパフェイで何手振っとんの。どっち上げてほしかったんですか。よう降りてくるんですよ、カッパより誰にしようかなみたいな、多分決まってるんでしょうけど、もうずっとあいつも恋してるみたいな。なんか指輪のマジックがあって、それも降りてきて、うん、藤原も行ったんですよ、うんうん、あの藤原が、うんうん、で、あの虫眼鏡渡されたんですよ、藤原、うん、で、ふわって見ようとしたら、おノーってまだ貼ってなんでか分からへんねん。あれ多分間違うたんやと思う。あ、こいつちゃうわって思った。そうでしょ、藤原、いやー言って、見ましょうって見よう思ったら、おんの段取りちゃうかったよ、多分。ほんま怒ってたで、でも。あんなカッパーフィールドの顔、初めて見たわ。普通の顔も初めてやろ。まあ、カードのやつはほんまにびっくりしましたけどね。いや、でもあんたの隣は来えへんかったわけでしょ。いや、あいつ絶対もうおかしなことしてんねんて。ちょっと言われてアップアップしてたもんかな、うん、ほんで最後もこっち手振って山崎カッパーフィールドにうわー言ってほんで出て行って連れて帰ってほしいんじゃん。なあ、ほんますごかったよ、うわー言ってほんで出てきたらあんま面白なかったですよ。ちょっと誰かあれかな、あの知らんわ、誰にも教えんわな、どうやって消えるかなんかな、消すやつはほんまに死ぬ前に死ぬ瞬間でええから教えてほしい。ほんでね、レーザーでね、こうやって腹ビビビビビビって一回切りよるんですよ。まさ、ほんまのレーザーじゃないでしょうけど、ほんでね、膜をこうやってやるんですよ。ほなね、もう切れとるんですよ、プルン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 動くよ。それどうなってる思う。やられてるやん。もうあいつ、あいつにハマってるやん。まあ、ハマってるっていうか、まあ、ちょっとした虜ではあるけど。十分やからな。昨日でもね、うん、ちょっとあれですけどね、うん、あの、あんな見に行くでしょ、はいはいはい、いっぱい人おるとこ、うんうんうん、なんもう絶対ね、もうバー寄ってきてね、写真撮らせてくれっていうやつがいるでしょ、はいはい、で昨日もみんなね、しょんべん行きたいと我慢してたんですよ、うん、で終わってみんなでごっちしょんべん行きたいから、うん、トイレにバー結構トイレまで遠いんですよ、うん、その間ずっとカメラ持ってね、写真撮らせてくださいお願いしますよ、いつも見てるんですよって来るんですよ、うん、絶対僕は撮らさないんです、うん、なぜか分かりますか。分からないならもういいです。何やないかお前の心境。じゃあ教えましょう。本当の僕のファンなら、うん、写真よりもまず握手を求めるはずなんですよ。知らん。でもほんまそうですよ。あのね、やっぱりね、本当に好きならまず触れたいと思うはずなんですよ。そうでしょ、うん、まず体のどっかに触れたい、それこそファン心理なんですよ。そしてその次にサインなんですよ。そしてその次に来るのが写真なんですよね。それも全部飛び越えて写真に来るというのはファンじゃないんですよ。結局それを焼き回ししてみんなに見せたいだけなんですよ。まあまあそれは分からへんけどな。
お前がそんなことでどうすんねん。客今ちょっとビクビク引っ掛けてたんちゃうんか。ちょっとうーんって漏れてたんちゃうんか。女房役のお前がそんなことで。マライアキャリーやスパイスガールなどに曲を提供してきた松本さんにお願いです。はい。はいって。大変申し訳ないんですが。スパイスガールってめちゃくちゃ売れてるらしいな。誰それ。お前音楽番組やっててスパイスガールも知らんのか。ねえのスパイスガールって。すごいらしいよ。あのね、何千万枚言うてたよ。あ、そう。900万枚とか言ってた。お前何千万枚ちょっと待って、何が違うの。9000万枚9000万枚やで、うん、すっごいと思えへんか。すごい、えらいふにゃちんやなおい。ちょっとカチンコチンで来いよ。ダラダラやんけ。かまへんわな。いつ立てよう。あれ立ててや。大変申し訳ないんですが、はいはい、トークの時の出囃子にもう飽きました。大衆ってのはこんなもんですわな。新しい松本サウンドがバッチリ効いた出囃子を考えてみました。まあでも確かに飽きてきたという感はありますよね。本人もね。ほんならちょっと新しいのお願いしますわ。もう飽きたよ、ハガキ来てんねやからね。じゃあ録音しましょうか。ちょっとね、僕今回はね、はい、これちょっと夏メロ風に。はい、ちょっと懐かしいぞっていう、はい、先生お願いします。僕ね、ちょっとスタンド欲しいんですよ、すごく。ごめんなさい、スタンド。ああランララランラララン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 ラララランラララン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 。何笑とんねん。真剣にやれボケ。すいません、いけ。ランララランラララン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 ララ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 ラ稲穂棒揺れる恋揺れる。前奏でラララララララって言うといて歌が出られへんわな。大丈夫や言うねん。ほんまか。はいはい、頼ませ。もうララからいきますか。はい、ラー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 から、はい、ラー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 。稲穂も揺れる恋揺れる、私はタクシードライバー発車オーラー。待てやお前。違う違う、分かった、じゃあそこ変えます、そこ変えます、分かりました。稲穂も揺れる恋揺れる、あいつはタクシードライバー発車オーライ、バックオーライ。今週からの出囃子は聞かせますね。私はタクシードライバー発車オーライバックオーライ。一つだけ言えるとしたら、はい、長い。登場曲としてはちょっと長いですよ。早せみたいなところありますけど、でもあれわざわざ音つけてるんですよ別で。そうですよね。これはあのまあまあスタッフの間では、はい、これはちょっとシングル CD 化
これはマジでありなんじゃないか言うてたやつが袋叩きにお出ましたふろみがまあまあそんなんでちょっと僕も考えてるんですけどもね。あ、そうですね。これはでも十分いけるでしょうね、この歌は。そうですか。いや、いけるんじゃないですかね。もう2番も僕の中ではどんどんいけるマジで。はい、ちょっと飲んだな。状態閉めてドア閉めて私はタクシードライバー。やっぱりタクシードライバー。状態閉めてドア閉めてどこのタクシー会社やねん。いいでしょこれ。いや、まあいいです。バンバンもう3番も決まってるんですよ。ギアを入れて気を入れてギア入れて気を入れて。いや、そんなことない。言われんでもやらなあかんねん。私の高校でもいろいろと松本さんの噂が飛び交っています。そりゃそうでしょ。そこでそれが真実かどうか本当嘘で答えてください。はいはいはい。松本さんはすでにブラジル人の女性と結婚しているらしいこれはほんまやね。いくつの人も40。実際に39。来月どこでどう知り合って。何やったの。リオリオのカーニバルです。日本分かれへんやんか。関係ないですよ、カーニバルですから。カーニバルの時は関係ないやんか。実際問題は、僕がリオのカーニバル行った時にすごいやっぱりちょ、何してるんですか。シャン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 、ね、松もろ松もろ最初はいや松本やねん、ロちゃうねんって言うてんけど、はい松もろもうええわ思って、松もろシャン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 。ほな今のまあ嫁ですよ。嫁が負けじとばかりに、これが気の強い女で気の上馬なんですけども、松本負けへんれー言うて、シャン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 で俺もシャンシャンシャン気ぃついたらベッドの中僕ね、でもね不思議でしょうがないんですよ、うん、こういうすごくいい詩をね、はい、バンバンこう出すかけるわけですよ僕なんかは、うんうんうん、まあエキセントリックしかり、アカリコしかりはいはい、はい、タクシードライバーしかり。あ、今のはタクシードライバー。タクシードライバー当たり前よ。タクシードライバー以外に何があるの。いや、それ知らんからやな。タクシードライバー1959じゃないですか。なんでそんな古いの。いや、ちょっと時代的にはそんなもんなんですけど、こういうのを僕はできるわけなんですけど、はい、誰もなんですか、ミュージシャンというか歌手が、はい、松本人志に対してですよ、はいはいはい、その詩の由来がないっていうのがスマップしかりユーミンしかり。ユーミンなぜ言ってこないのかが不思議でしょうがないんですけどね。まあまあ来たら来たでね。そりゃそうですよ、うん、もう間違いなくヒットするわけですから。なるほど、うん、じゃあ君にかってもっと、うんはいはい、僕に言ってきてもいいわけですよそんな奥田民生やなんや言うとらんと、小室なんや言うとらんと、僕がどんどんやってあげるわけですから。いや、それはでも、うん、いやエキセントリックもやってるじゃないですか。それでいいじゃないですか。ああいうのはほらちょっとコミックバージョンじゃないですか、はい、僕はまたシリアスなコミックをできるということはね、うんうん、シリアスもできるってことなんですよ。あ、そうなんですか。これ分かっていただけます。いや、まあその詩はいいんですけど、誰が曲つけんねんっていうところもあるわけでしょ。まあ曲もね、僕はできないこともないんですよ今日の今のタクシードライバーもちょっとしたパクリやんかなんやねん仕事放棄帰ったらええがな何年マイク飛んでんここにはおるけど喋るとかなんてやねん、どこがパクリやねんボケ。ちょっとした昔ら右と左目からごっちゃんしたろかボケ
と左にごっちゃにする。今のでもちょっとしたメッセージがあるわけです。いやいや、何やその右目と左目を。右目と左目、うるさいな、そんなんええねん。もうこれで一曲できてるわけですよ。右目と左目言うただけやんけ。ごっちゃにしたろかベイベーっていう。もうこれでも、もうこれで今ので200万円です。高い高い、そんなもん。いや本当にだからできるわけやから、こういうメッセージが僕、あのね、君たち僕の言うことをどん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 こっから入れてここから流してるでしょ、はいはいはい、僕の言う言葉には全てメッセージが込められてるわけやから、もっと受け止めないと。そりゃそうですよ。一回どっかで発表してくださいよ。じゃあ何をですの。シリアスな詩を。はははははは。例えばまあ、うん、書いてもらって、一回ボードにしてやね。ああいいですよ。ちょっとこうみんな見てもらって。いいですよいいですよ。僕やっぱり恋愛はかなりしてますから、その辺はラブソングなんかもガンガン歌っていける人ですから、ね。いやまあラブソングかどうか知らんけども、そんなものはね発表してもらって。いいですよ、それはいいですよ。あこの詩やったら例えばどういう感じの曲なんや、うん。はい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 、はい、まあ、それは詰めていける。いいですいいです。それはねもう世間はなんやグレーやなんや言うてますけど、はいはいはい、まあまあまだまだ僕にましたらもうひよっこにもなってない。うずらですわ。うずら別のもんですわ。このようにいや何がこのようにやねん。何で今のもうメッセージが褒められてるわけですよ。ひよこじゃないやつらうずらだみたいな。いやそれ何やねんだからおかしいやないで僕はほらあの何て言うんですかね、自分で歌うタイプじゃないから。なるほど、うん、人に提供して、人に提供するタイプやから、まあ歌唱力ももちろんありますよ。でも僕がそれをやってもしょうがないじゃないですか、はいはいはい、ね、あなたみたいにそのミュージックステーション一人で出たりとかそういうことはできないですから。なぜできない。そうしゃあないやんけお前、そんなもんお前出しとんねやから出な、ボケ。いやあれは僕はある種すごいなと思いますよ。めっちゃ上がってたけどね。いやいや俺が出たらあんな上がり方やないもん。もっと、ね、もう失禁してるもん。失禁してるし顔ブツ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 怖っ。あーっいやずーっとタモリ映してるわ、うん、そうそうそう。タモリってなんで呼び捨てやねんと。ここ一応言うとこ。うん、いや本当にだからあのもっと来てもいいはずなんですけど、なんか来ないんですよね。いやいや一回これぐらいかけるっていうのをね、うん、見せましょうよ。いやでもね、うん、誰かがそれを歌うっていうことにならないと僕力発揮しないんですよ。いやでも松本がどんな字書くか分からへんのに、そんなもんなボケこれ。いやせやけど、うん、誰かいや、うん、でもいい詩は絶対書きますから、この番組見ててる人でも。ほな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 、ほな誰に来てほしいか。いや誰でもいいですよこの際。いやほなこの人に歌ってほしいとかいうのはあるでしょ。まちょっと待って、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 全然知らなかった。俺全然知らなかったわ。高いよ。俺全然聞いてないで。誰かに歌ってもうた。俺歌だろう。これね、客におかしな入ってるで。ねえ、あんた作って兄貴が歌うてか。黙っとけもう。昨日なんか俺留守電に入ってたんですよ。ああそう。いやなんか知らんよ、東京まだ来てるから言うて。それは聞いてたよ。ああそうなんや。別にここ来てる思えへんの。もう勘弁して。いやもうなんでお前今日かけなあかんねん。趣味が人間ウォッチングだという松本さん、はいはい、人はなぜ貧乏ゆすりをするのか。あ、貧乏ゆすりとは一体何なのか。貧乏ゆすりの正体を教えてください。貧乏ゆすりの語源知ってます？あ、知りません。金持ってるやつをゆすったって何もならないわけですよ、うんうん、なるほど、わかる。ちょっと今君なかなかいい目してたね。
どうでもええわ。ね、はい、金持ってるやつをゆすったって、はい、金持ってるんやからを持っていけってなもんじゃないですか。でも取られんの嫌やん。まあ取られんの嫌ですけども、うん、まあ余裕があるじゃないですか。まだね。ところが貧乏な人間をゆすったら、うん、どうなると思います。そらもうえらいことですね。そらもうカタ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 ビビってもうて、ビビってもうてないのに、うん、ないのにパタパタリズムはどうでもええよ。リズムそんなもんのリズムは。いやそうじゃないですか、足で言うとそうじゃない。これ貧乏ゆすりですよ、うん、これはないのにですよ。タタタタンタタタタン、うん、タタ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 ン長いな。あの刻んでますから、刻んでますから、うんうん、足刻んでますから。うるさいなこういうことやと僕は思っているんですけど、はいはいはい、それは皆さん当たっているとあなたを含めて思いますか。でもなんか何その貧乏ゆすりばっかりしてたら貧乏なるねとかっていうのは嘘なの。いやそれはない、それはない。もともと貧乏ですから、うん、なるほど、ええ、そういうことなんですよ、はいはい、まあ語源が貧乏な人をゆすった、ゆすられた貧乏人が、ええ、なんやタタタタンかタタタタンってやってる。タタタタンタタタタンタタ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 ン。だから貧乏ゆすりしてる人を見といてください。ウォッチングしてみてください、うんうん、今度喫茶店でもどこでもいいです。パッと貧乏ゆすりしてるやつ、うん、それをちゃんとタタタタンタタタタンになってますから、パパパパンパパパパン。そんな見たことないけどな。ないのにないのにお金お金ないのに。まあ、リズムには合ってるね。そうなんですよ、うん。まあ、人はなぜ貧乏ゆすりするのかやん。語源はそれは分かるよ。そうですよ。でも今現在、まあ、やる人もおると思うんですよ、まあ、僕もやりますけど。あそれはなぜやるのかっていうね。あなた貧乏ゆすりやりますか。今なんか気ぃついたらこう飯食いながらでもやってる時あるみたいな。ないのに言うてるんですか。えちょっと待って、そうか、貧乏ゆすりやってることはないのに、ないのにってやってるんです。お前のそれ貧乏ゆすりじゃないですよ多分。普通はないのに高かったんですけど、うんうん、お前はなかったのになかったのにかかっただったんかかっただったんじゃない。人によって違うってこと。人によって違いますよ。だからその辺ちゃんとウォッチングしてあげてほしい。あなたしないんですか。僕しないんです。あ、僕はやっぱりなんかそういう欧米調の育てられ方してますから。お前なんか言ったら欧米って言うよな。何やねん。まあ、いいけど、いやいや親の教育はやっぱりそういうことをしないっていうことでしたから。ああ、するなと、うん、あの嫌な時は本当にナイフとフォークをバッテンにしなさいっていう教育をされてるんで。お前はあれか、フォークの上にご飯を裏向けにして乗せて食べますね。ステーキもやっぱり最初にミニサイズにしてからこう。なんで隠れてくる。いやもうおかんがそういう教育でしたから、ついばみなさいって言う。なんてお前とはババアはもう飯食えとか言うでしょ。飯食え、あ飯食えこれ、はいはい、マサトシマサトシ。なまってねえやん、若いな。お前これ早飯食え。お食事をついばみなさい、ついばみなさい。ついばめばうまいので、あうちの親父はね、ついばんだ方がうまいので、あ蝶ネクタイピッてやつ。アホ一回ね。ボクシングの試合中にセコンドがタオルを投げ入れると自動的に負けを意味しますが、うん、はあ、他に何を投げ入れるとどんな意味があるんですか。あのボクシングっていうのはやっぱり孤独の世界ですから、はい、トレーナーやね、はい、コーチがなんぼ言うてても、うん、試合がいざ始まると、うん、もうそこはもう孤独の世界ですから、はいはい、どうすることもできないわけです、うん、まあ、強いて言えば何か投げ込むことによって、うん、相手に俺は今こう考えてるぜっていうことを教える、うん、こう考えてるって。だからもうやめてくださいっていう、うん、もう殴らないでっていう意味でしょ。もう殴らないでっていうことですよね、うん、タオルなんかは、ね、はいはい、あとまあいろいろ僕まあ試合ほとんど見に行ってますから、あのいろいろ投げ込むのは見てますね。
他何？一回新聞投げ込んでたんで。それなんか意味があるんですか？それはもう読めってことです。この記事見てみ。いやいや、そんなことより、それは後でいや、この記事見てみ。終わってからやったらあかんのか。いやもう今見たんでしょ、真剣にやってる時に。いやあいやー言うて、ね、まあこう見てうなあって言ってこれ見てみと、この親子、子が親を殴ったいうこれを見てみことでしょうね。なるほどね。そんないっぱい見てきましたよ。試合にはな関係ないんやな。そういうものは別に試合に関係ないものを投げてもいい。あの孤独の戦いですから、何回も言いますけども、はい、自分の選手が孤独に負けないように、負けないやっぱりいろいろこうやってあげるわけです。 CD 掘ったりとかもあるし。え、なになに？ CD 掘ったりとかもあるし。CD 掘ったって聞かれへんわね、試合中。いや、この丸みを見てみよ。うん、だからそれは試合中やから終わってからで、このデジタル時代終わってからでええやん。終わってからでですよ。デジタル時代って言われたってそんなの分かっとるしやな、今の世の中。いや、それは僕に関係ありますよ。なんか、いや、殴られてこっちこう言ったらまだバーン殴られて、なんやねんお前はと、このデジタル時代を見てないんだよ。意味なんか、そんな殴られてるデジタル見たことあるか。あ、分かれへん。理解力ないわ。いや、理解力の問題ね、意味ないやろ、そんな今投げたって。あ、これを投げてやることによって自分の選手がもっとこう、うん、よしやるぞって思うようなものとか、うん、それやったら分かるでしょ、うん、そう思うやったら自分考えて投げたったらええんちゃう。